Ladies and gentlemen, J-Wave presents 2 hours of the finest in Saturday night entertainment, featuring your friendly hosts, Jun Niuda and Hajime Anzai. It's golden time! おめでとうございます。はい、というわけで今年もよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。毎年毎年言わなきゃいけないのはね、ジオポリス。え、安西はじめのジオポリス。違うよ、東京ドームジオポリス。違う、ことぶきはじめだよ。あ、ことぶきはじめジオポリス、明日、明後日までやってる。明後日までありがとうございます。昨日見に行かせてもらった。夜の7時半ぐらい。そうですか。ものすごい寒い中。はい、ありがとうございます。思い立ってジオポリスまで行かせていただきました。ありがとうございます。で、ジオポリスっていうところの方には、はい、遊園地があって、その横にあるんですよね。サンダイさんのね、なんか室内遊園地みたいな。室内遊園地みたいなのあって。ギャラリーを。ギャラリーを設立してあるんだけども、入ってすぐ右、安西さんのアーティスト写真。ニコッと笑った、ちょい悪親父の写真がドーンとも。もう明らかに酒の入ってる顔色。ニコッと笑った安西さんの大きい写真が貼ってあって、ずーっと行くと T シャツが並んでた。ずいぶん先行っちゃったね。なんで行くと、ちょっと行くと、勝手に観光協会。あのブースどうでした？はい、割と狭いながらのブースの中に、細いところに、女の人の係員が立ってんだよね。何か盗まれやしないかなと思って心配そうに、なんか隠れてた。一人隠れてて。あまりにも恥ずかしいから奥まで行けなかったけど、で、チョコベイビーのコーナーあった。ほんで、空耳のコーナーがあった。で、出てきたら、お土産のコーナーがあった。はい。神社、やりました。やってない。やってない。やってないよ。神社こうやって、バーンって振ると、うん、音がすると、なんか仕掛けで、うん、神棚がクルンとひっくり返って、うん、俺のキャラクターが出てくるんですよ。あら。かなり間抜けなんですよ、それ。あら。ちょっとやってほしかったですね。もう東京ドームの周りの、上りには、安西はじめ、安西はじめって書いてあるんですよね。何のことかさっぱりわからないんだ、そのイベント。確かにわかんない。意味もなく安西はじめ、ことぶきはじめって東京ドームのとこには貼ってあるんだけども、で、何やってんのかなと思って見に行ったら、デカレンジャー賞とか書いてあるんだよね。そうそうそう。安西はじめの、ことぶきはじめなのに、デカレンジャー賞がメインで、ステージでやってんだよ。そうなんだ。びっくりしちゃった。そっちの方がまあメインですから。びっくりしました。本当は。もう、ちょっと寒かった、昨日。寒かったでしょ。ありがとうございます。行かせていただきます。おかげさまで、なんか、はい、ライブ来ていただいて。ああ、そうですか。よかった。あさってまでね、やってますね。やってます、ね。ぜひとも皆さん見に行ってあげてください。ありがとうございます。はい、もう。誰か知ってるやつに知り合わないかなと思って、出会わないかなと思ってさ。思いっきり変装していったからさ。もう髭とか書いていったから。もう絶対わからないと思って。書かなくてもちょっと生えてんじゃないですか。まあ、そうなんですけどね。はい。というわけでですよ、どうぞ。泣くごはいねかと。泣くごはいねかと。泣くごはいねかというわけで。そうですよね。今週は、生ハゲ特集。ちっちゃい子に言うのやめて。はい、そういうことでございました。どうぞ、違う話は。まあ、2006年も。うん、犬年、最初の放送、うん。僕が犬年なんでね。あ、そうですか。私、犬年なんですよ。年男。年男なんですよ。年男くん。年男とは言われたことはないんですけども、意外と昔から牛のイラストを描いてるもんで、牛年だと思われがちですけども、私、犬年でございます。はい。そうなんですか。犬年。カエル年か牛年だと思ってるんですか、ね、そうなんですよ。なかったんですからね。カエル年も、埴輪年もなかったんで、しょうがなかったんですけど、私は、年男でございます。はい。どうでもないです。うん、まあ、イノシ、うん、まあ大概、うん、普通の人はですよ、うん、今年1年始まるにあたって、うん、だけど、うん、決意表明というか、ケツが、ケツはいいです、ケツはいいですから、ケツはほっといてください。いや、ちょっとね、うん、びっくりした話があるんですよ。これちょっとびっくりしますよ。皆さん聞いても。まあ大概びっくりする話って言われても、それほどびっくりしないんですよ、世の中は。そんなにびっくりしないじゃないですか。ええ、でも、これはびっくりした。何？3月に、ローリングストーンズがやってます。はい。ね、来日します。はい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 。そうですね。公式の T シャツ、俺に決まったんですよ。びっくりしたでしょ。すげえ。決まったのがよくわかんないんですけど、なんか頼まれて、
何人か頼まれたらしいんですよ。で、俺、はい、どうせんなもん決まんないから、カエルのとこに口、ベロ、あのベロを使ってくださいって言われたもんで、カエルの輪郭書いて、ベロをベタンと貼っつけたところ、ミックチェックっていうのがあったらしくて、ミックジャガーが、OK ということになって、カエル OK と。カエルか豚かよく分かってないと思うけども、ちょっとビッグだったでしょ、この話。すごい。いや、もうこれはビッグですよ。ほんで、一応ブルーの T シャツしたんだけど、それをミックはホワイトにしてくれっていう指定があったっていうだけで、となると3月でローリングストーンズ来日した時に、ストーンズのコンサート会場に売ってるってことだと思うんですよ。あのカエルにベルがつけただけのやつですよ。あの、いわゆる、あるんですよ。きっと各国で。各国でやるんですよ。各国でその、いろんな人。その土地で土地でやってるんですよ、きっと。で、何組受かってるか知らないよ。僕知らないけども、いろいろデザインチームとか、なんかで入ってるらしい。おー、いいね。ちょっとビッグだったでしょ。ちょっとビッグですね。最近ほら、ずっといいこともないし。あの、あれだったんで。あんまりね。パーッと目が覚める。あんまりねえじゃねえ。そうなんだ。びっくりしました、これ。だから、ぜひとも、ストーンズ行ったら、見に行ったら、俺の T シャツあるかもしれません。すごいっすね。そっとして。はい、今回のストーンズのツアーは、ステージの上にもお客さん乗せるらしいじゃん。あら、だからビル建てて。ということは、俺がその T シャツ着て乱入してもいいってことね。なんか、ペアチケットで30万円とかっていうわけですよ。いや、噂だよ。噂だから嘘だと思います。俺 T シャツになったってことはさ、乗ってもいいよね。そんなの乗ってもいいし、楽屋も平気で入ってってもいいよね。そうだよね。うん。はーい、ミックで。マイケルさ、って言えばいいよな。そうそうそう。うん。あ、What's Michael? いや、What's Michael? This is What's Michael? いや、それまた違う会社と俺は揉めるから。あれ、名前が俺むちゃくちゃになってるから。あのカエルがあのひどいことしてたってことは黙っててね、だから3月まではね。ああ、でも、それが、でもそのことが認められたんかもしれんよ。それがいいのか。うん。ファッツマイケル富岡のタイトルは、アンモニア猪木とか、イマラチオ山脈とか、仮面ライダーあそこがブラックとか、そんなばっかりの漫画だったんだよ。それはね、きっとストーンズマニアも知らない。わかんないと思う、ね。これはわかんないと思う。わかんないと思う、ね。俺は訳さないと思うよ、これだね。うん。これでも逆に言うと、あれですね、こう、ディラン、ね。ディランのジャケットもやらせてもらいましたしね。かもう、これもういつ死んでもいいな、これ。まあまあ。なあ。ちゅうことは今、二代行ってますから。二代行ったよ。三代といえばあと誰ですか？誰かね、三代というともう一人、もう一人、ビッグな人だよね。ビッグな人ですよ。誰ですか、ビッグな人って言ったら。あそこがビッグじゃないですか。あそこ曲がってますよ、その。すっごいビッグな人。じゃあ、来年のゆうやさんの T シャツか。やったー。かもな。年末は浅草ですね。いやいや、行きませんよ。行かないけど。お願いしますよ。そういうことだったんですよ。ちょっと嬉しかったって話。わかりましたね。もう。ま、というわけで、そんな感じで、お正月を過ごされたんですか？まあそうですね。あとは、近くの飲み屋。で、まあ、うちの事務所の近くなんで、そこで友達と一緒に盛り上がって、うわーって言った時に、事務所が近いもんで、あ、ちょっとそれ見せたいっつって走って、事務所に物を取りに行って、また戻ってきちゃって、2、3日経ってから、思い出したんだけど、そこの飲み屋のスリッパ履いたまんまで、うちの事務所にずーっと2、3日置いてあったんだよね。だから、ずーっと飲み屋に靴を置いたまんまの。ベンチのスリッパ置いてんじゃないですか。ベンチのスリッパなんで、ずっと置いてたっていうビッグニュースぐらいかな。トイレ行くときに履くやつですね。そうなんですよ。あれなんかビッグニュースは。すごい、なんかわかんないけど、大晦日から、あら、テレビ見ちゃった。あら、どんなの見ました？いろいろ見ましたよ、あれ。ザッピングってやつですか？あ、フランクザッピングみたいな。あら、親父ギャグ出ましたね。もう、初親父ギャグ出ましたね。ありがとうございます。してました。してましたか？なんか割と、なんか緩い普通の商品でしたね。テレビがつまんなくなってきたな、これ。そりゃね、みんな CS でね、勝手に観光協会ね、大晦日から正月まで見るわ。そら見る。そうなんやもん。見たんすかね、みんな見たんすかね。やってたのかな、それ。やってたんだよね、きっと。やってたんですよね、きっとね。うち一応なんか、録画で撮ったじゃないですか。撮りました。皆さん、いかがですか？みたいなやつ。なんか一番最後の、この間行ったのはどうでしたっけ、あれ、一番最近。福井県だ。福井県ですよね。あのポスターなんか落としたらしいじゃないですか、あのポスター。あ、落とした。全然間に合わなかったんだよ。テレビのオンエア映ってないっつうじゃないですか、ポスター。全然間に合わなかったんだよ。全然間に合わなかったくせに、なんか自分のなんかこと始めの展覧会のビデオだけの催促はガンガンかけたらしいじゃん、人には。そういうことよ、これ。あれがね、不思議で、西さんっていい人じゃん。いい人だからね、締め切り言ってくんないわけですよ。いやいや違うよ。あの、年末に、焼き鳥食った時から言ってたじゃん。知ってるよ、あんたさん。でもほら、何日か前に言ってくれればいいじゃないですか。
何日か前だって、あれ3日ぐらい前だった。それ当日言われたんです。いや、何びっくりしちゃって。びっくり、まあ、ね。いいね、相変わらず、旦那さんは。マスター落としちゃいましたよ。でも、ないよ。あれですよ。その、東京ドームのとこ行ってもらって、うん、でっかいポスター見ました。見ましたよ。結構伸びてたでしょ、いい感じだったでしょ、ポスター。伸びてたって。アナさんがでかく書いたわけじゃなくて、伸ばしてやんじゃないですか、機械であれは。機械で伸びてる。伸びてる。いい感じで。うん、なんかやっぱりいいですね。あれ、ぜひまとめてやってくださいよ、このなんか。何を？なんか。手長い？家庭館公共会で。ポスターね。はい、ああ、いい感じで。あ、それはぜひともやりましょう。47都道府県終わったらやりましょう。僕、実は今日、その会場を下見してきたんですけど、下見っていうのは何か変か。初めて見たんですか？初めてというか、仕込んだ最初にね、はい、セッティングはしましたけども、その後、完璧版で見たのは俺の方が早いんですか？そうですね。あ、そうなんですか？はい。それで行って、見たらですね、結構、コーナーの下でじっと聞いてる人いますね。あら。ずーっとかっていうか。あ、勝手に農業が。この ラジオ聞けば、もう全然聞けんのにね。あそこ行ってもね。まあでも、ね、あそこはこう、詩見ながら。僕ね、アンデさん今度展覧会やられた時の、アイデア考えたんですよ、昨日。ずーっと考えてたの。で、展覧会見終わって。ちょっと待ってください。次回のアンデさんの展覧会こうだなって思ったの。健康仙人、アンさんっていうのを考えたの。健康仙人、アンさん。アンデさんが、シャイナ服着てんだ。うん。ほんで、白いヒゲの、こう、朝鮮人参みたいな、こう、ヒゲを生やして、太極拳とかやる。なんで？アンデさんが。それが健康仙人、アンさんっていうのを、夢で見たんだよ、俺。東京ドームアンダーさん見に行った後に寝たら夢見てアンダーさんが太極拳の格好して今ヨガとか流行ってきてる、はいはい、だからこの中央ステージでみんなに教えてんだ、そのイベントを思いついたんで健康仙人アンさんぜひともやってください。全然健康ですから俺の方が。アンダーさん健康じゃないですか。ですか。不健康な生活をしてるのくせに健康ってことはめちゃくちゃ健康ってことじゃないですか。そうですかね。うん。まあ乱暴な生活をしすぎと言われますけどね。もう安西さんほど元気な人はいないと思いますよ。ですかもう。うん。これいいですね。あ、そうですか。いやいや、別に。あっさり自分のこと責められて弱いですね。弱いですよ。はい。はい。というわけで、うん、もう随分と。うん。三浦兄とも。はい。3週間ぶりぐらいですよね。うん、そうですよね。まあね。うん。あ、そうですよ。そんなこともないですね。うん。というわけでですね、メールが来ております。はいよ、どうぞ読んでくださいよ。ラジオネーム、ともちゃんちんさん。はいよ、どうぞゴールデンタイムの皆さん。面白いでしょ。今日面白いでしょ。言っとけよかったなぁ、もう。はい、どうぞ。ゴールデンタイムの皆様、明けおめ明けおめ、うん、明けましておめでとうございます。うん、この年末年始、どう過ごされましたか？もう今話しましたよね。話したからいいですよね。ね、うん、年末のホームステの、への炊き出しのニュース画面で、うん、安西さん映ってた気がします。炊き出しって言ったら安田さん、勘が働くもんね。今日は中央公園だとかピンと来てるもんね。そのため、情報入ってるメールで。そのためのこの赤い花だから。サンタのためじゃないよ。炊き出しのためだ。よくメール来るもんね。今日は中央公園だ、ミラクル行こうって。炊き出しのやつね。よく並んでもんね。今日の飯は森が少ないんだ。年末年始でやけで、都内の仏像が盗まれました。バカ野郎。MJ は都内にいたのでしょうか。いや、都内いないいないいない。盗んでないよ。ほんで、もうよろしくお願いします。ことよろ。うん、ありがとうございます。もうなんか汗かきますね、この放送は。本当に。ドキドキします。もう、ドキドキがいっぱいの放送の中で。ね、今年も、ね。今年しますわ、うん。もちろん。うん。2006年となれば、我々も、リニューアルしますよ、ほら。そう、離乳食みたいな。リニューアルだね。一遍戻ってもしょうがないからね。離乳食に戻ってもしょうがないよ。もうびっくりしますよ、そらそうだ。きっと。ということは何、はい、この番組のコーナーを一新するってことですか、兄貴。一新、助け。あらー。そんな人いたよね。そんな人いたよね。一心助けって。いなかった。いや、すごいな。一心助けっていなかった。一心助けはいますよ。知りましたよね。はい。まあもう、オールウェイズの時代から言ってない例えですよ。そうですか。うん、まあまあ、ということで、一心するっていうことでございますよ。うん、なんか、また、新しい、ひらめきがあったらしいじゃないですか。何回も、ひらめききますよ。基本的に今でしたからね。はい、いろいろ考えた。はい、まあ、番組頑張らなきゃならないということでね。いろいろアイデアを考えて今日は持ち寄ってきました。はい、それと今日はプレゼントもある。たくさん。
これ言っとかないとほら、ついついくれないからみんな。そうです、うん。さあ、プレゼントの紹介をさせていただきましょう。はい。これは東京ドーム、ジオポリスでやってる。はい、東京ドームの人から提供していただきました。うん、なるほど。T シャツですな。T シャツをですね。はい。S と M の T シャツを。かわいいやつ。M。かわいいやつ。S が赤。はい、これ女の子がいいかもね。七福神みたいな。んで、M が、女、男だね。はい。これね、七福神が、ね。はい。またこれで、ね、はい、なんかうまいことできないかなと思って、カップルが。カップル誕生七福神。ああ、いいですね。そして、東京ドームオリジナル T シャツ。オリジナル T シャツ。東京ドームから頼まれたような。うん、もんですよ。私は作りました。もう、ちゃんとシール、2100円と。ありがとうございます。これ限定 T シャツ、ね。2枚ね。もうなんか、あんまり大してないんで。うん、あら、これは欲しいですね、これ。ということは T シャツが4枚。4枚。そして、その、絵はがきというか、うん、スタンプラリーをなんかするんですよ。うん、東京ドームその、いろんなところぐるぐる回って、ハンコを押すと、うん、そうすると1枚もらえるっていうはがきを。ハンコを押すと、不当たり出たりするっていうね。偉いことになるからね。あんまりハンコはつかない方がいいけどね。で、その、8枚セットにして、今回3セット。3セット。3名様。3名様に、お送りする。そしてこちらがすごいじゃないですか。安西さんがまた可愛いイラスト描いちゃってくれ。なんて言うんですか、なんか嫌そうな。いや、そんなことないですよ。ほんで、俺ね、はい、カスハガの世界っていうね、はい、もうこれね、10年ぐらい前に出したもんですよ。あ、そうですか。それの文庫本。ちくま書房から、これは面白い。これは、カスのハガキばっかり集めて漫画にしました。あ、文庫になったんだ。文庫になりました。いいですね。これ表紙が糸井重さんの。違う違う違う。糸井さんではございません。土壌すくいの単なる親父でございます。はい。1,2,3,4,5 冊持ってきました。カスハガの世界。これ高いですよ、これもう。買えばね、880円。やった。ほら、高いじゃん。今日は。重ねた、今日は。うん。だから、変な話すんなよって話で。やっぱりね。うん。ラジオも3週間ぶりだとちょっと、なんか違うね。そうだ、違う。感じが違ってるよ。おかしい。普段会ってんのと違うわ。違うね。ラジオの上では違うから、安西さんと俺は。うん。というわけで、うん。それでは早速、新コーナーだね。新コーナーでやった。あ、やばすごいですよ。やってもらおうかな。それでは参りましょう。新コーナー。杉崎青春。甘酸っぱい恋の思い出。モノクロームなイージーリスニング、あなたの思い出が今蘇る。ポールモーリア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 。歌え、ポールモーリア。これね。今なんか若者の間でイージーリスニング流行ってるっつってね。イージーですね。ね。やっぱり、ね。やっぱりもうラップの次はイージーリスニングだなんてね。よく街角でイージーリスニングやってるっつうじゃないか。イージーとか略して書くんでしょ、今。イージー、イージーって言うらしいね。イージーとか言うんでしょ。ED みたいだね、それちょっとね。ED リスニングなんて嫌だよ、そんなの。ペレ、立たないの。ペレが頑張っていくか、また打ったりするんですよ。後ろで。ペレは子沢山だからあれのシンボルになったわけですよね。そういうことですよね。人はすごいいいらしいですからね。ED ではございません。はい。ED リスニング。皆さんが、歯医者さんに行った時とか、あと、エレベーターに乗った時、はいはい、退屈な時間を埋めてくれるのが、退屈な音楽、ED リスニングだ。これはですね、うん、本当に、例えば、行き詰まった二人の空気とかも。そうですよね。ヒューッと埋めてくれる。エレベーターの中で、もうシーンとして、はい、屁でも焦がれた時には、もうなんて言っていいのかわからない密室の中で、はい、1階から10階に上がる表示をじっと見てる時に助けてくれるのが、ポールモーリア。もう、あの、ヒゲのお兄さん。ヒゲのおじさんね。おじさん。あの、おじいさん、すら。うん。もはやね、生きてんのこの人。いや、生きてますよ。まだ生きてます。僕らの高校ぐらいの時でしたっけね。はい、大活躍、はい。ポール・モーリアといえば、ゴッドファーザーの映画とか見に行って、はい、うわ、感動したと。感動しました。うわ、あの、ブブ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 が、あれが買いたいと思って買ったら、ポール・モーリア楽団じゃねえかと。オリジナルじゃねえぞ、これと思って。がっかりしたもんですわ。したもんですよ。本当のサントラじゃない、この偽物ばっかり演奏してるおっさん。あの、人の作った曲を、作った曲は、堂々と、さも自分の曲のように演奏するのが、ポール・モーリア。口当たりよく。口当たりよく甘酸っぱい。甘酸っぱく、なんか、チューッと染みるような曲、うん、そんなものを演奏して指揮していたのが、ポール・モーリア。
もう皆さんも絶対どっかで聞いたことある。お世話になってますよ。お世話に絶対なってます。あともうしょうがない、あの煮詰まったラブホテルの中、はいはいはい、なんだか鳥の声も変だろ、うん、もう当然お経も変だろ、いろいろ優先チャンネルを合わせた時一番合うのがポールモーリアね、落語とか、もし落語とか書けちゃって皆さん、うん、もう大変ですよ。俺は聞き耳立てちゃうからね、その点全く気にならない音楽がポールモーリアね、こんなに実はお世話になっているのにもかかわらず誰もポール・モーリアのことをしっかり言ってないと、まあ、真剣に語ることもなくなってきたと、この時代これはポール・モーリアを今一度この平成の時代に復活させようという動きがポール・モーリアだからね。今日はね、ポール・モーリアの、はい、人の曲だけどね、これ、はい、ポール・モーリアは演奏だけだから、これ基本的には演奏してつまり指揮者だからね。そうそうそう、指揮者です、うん、だからそうなんですよ、うん、ポール・モーリアは実は歌ってないってことに気がついたんですよね。あんだけたくさん曲を出してる割には歌えと思う、ポール・モーリアは歌ってこいということで、毎回今回このコーナーから、はい、ポール・モーリアの課題曲を出し、はい、そして皆さんリスナーの皆さんから、はい、募集した歌詞を、そうです、この場でこの場でポール・モーリアになり変わってる私たちが歌わせてもらおうと俺たちが歌うのかい、ゆくゆく歌えポール・モーリアっていう CD を出していこう、いいですね、うん、これはこの歌えポール・モーリア、うん、何しろ、うん、このポール・モーリアの演奏してるものはほとんどベストヒット、うん、そうですね、もう皆さんご存知だけどばっかりはないですね、ご存知すぎて退屈だよね、はっきり言ってポール・モーリアの場合は、うん、まあ新しい展開はないですよ ね、 ねえ、ポール・モーリアのレコード持ってんのとか CD 持ってんのとかいうことはないからね、誰も驚かないからね、うん、あとポール・モーリアの曲聴きながら乗ってる人もいませんからねあんまりポール・モーリアかけて乗ってる人は見かけたことないね。これはクラブシーンでもかけたことないんじゃないかっていうのがないでしょう、ポール・モーリアね、こんなにポールモリアポールモリアヒューラジオも珍しいね、珍しいですけど今時きっとこの J-WAVE でもほとんどメインでかかったことはないと思 う、ね、誰かの喋ってる裏ではかけられてると思うんですよ。そうなんですよ、メインではほとんどないですから、そうなんです、今やポールモリアはもう前に出ろポールモリア、うん、そうそう、ということでそんなね、イージーしててね、うん、もう後ろに引っ込んでんじゃねえぞと、うん、歌えと、そうですよ、イージーリスニング、うん、イージーリスニングでそうだじゃんみたいなね、じゃあみんなにポールモリアのもうビシッとしたとこ聞いてもらおうか今日、本当にでこれをちょっと今聞いて適当に歌詞作って適当に番組終わりまで送ってくれたらまた歌うこともできるから、いいな、うん、これみんなが知ってる曲だから、みんなが知ってる曲、みんなオリーブの首飾りって言います。オリーブの首飾りって言います。あれこんなタイトル聞いたことねって言っても、はいはい、曲は覚えてるよきっと。ポール・モーリアは、うん、ダブってますよ、うん、タイガースとね、うん、タイトル的にはそれはなんとの首飾りだそうですか、花の首飾りだよ、関係ねえよそれということでちょっと聞いてもらおうか、あとりあえず聞いてもらえとりあえず聞いてもらおう、はい、ほんで退屈になったら喋り出すから、はい、それでは聞いてもらいましょう、オリーブの首飾りポール、おーおーおーそこはアナルなの。最悪だね。最悪。でもつい口ずさんでしまうんですよ。うん、そつい口ずさんでしまうのにもかかわらず、うん、歌詞がない。これはダメだ。ちゃんとした歌詞がない。これはいいか。あげないとこれ。これはもうポール・モーリアを盛り上げる。ポール・モーリアの盛り上げる。盛り上げていい、もう途中まででいいから、皆さんもう適当でいいから、はい、ちょっと書いてもらって、ポール・モーリアを盛り上げてもらう、歌えポール・モーリアのコーナー、ポール・モーリア、歌詞募集よろしくお願いします、いますよもう、はい、もうどん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 リスナーの人たちに負担がかかってくるそうなんですよね、そうなんですよね、はい、でもその方が楽しいってことに気がついたんですよ、あら、今までやって、皆さんのおかげでやってるわけですから、はい、皆さん、いやーでもいいですね、やっぱり、うん、でもこのバージョンは。いつの間にか終わってるね、ほんで、ポール・モーリア、うん。このポール・モーリアは、新しいですね。このポール、うん、かなりアレンジが。やら、変えてきやがったから、ポール・モーリア。ビートを強くしてきてるね。受けようと思ってね、ポール・モーリア。ね、そうでしょ。ポール・モーリアも。やっぱり眠いぞとか言われたんだろうね。ね。これも随分手品ではかかったもんですよ。はいはい。必ず手品というと、この曲だ。手品にゃです。手品にゃって言ったらこの曲ですから。ここに歌詞を載せてやってやろうということです。はい。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今週から始まりました、歌えポール・モーリア。
この番組の。誰の番組のさっぱりわかりません。すいません。もう。この番組の最後で、多分紹介できるでしょう。皆さんもね、今書いてもらってます。そうじゃないと、日本のさっきのアナルの話になっちゃいます。もう決定しますからね、それでね。お願いいたします。というわけで、ミロちゃんの誰も聞いたことのない音楽に変わりました。変わりました。歌いっぽい。俺もありや。ね、どんどん変わってるでしょ。そうです。というわけでございます。はい。というわけで、テレビおじゃまんぼ600回記念スペシャル。いや、600回もやってねえし。スタートです。インターネットショッピングサービス J-WAVE EC Online May I help you? インターネットショッピングサービス EC Online 今日ご紹介する商品はご飯専用土鍋かまどさん。おいしいご飯を食べること、それは日本人の究極の喜び。その感動がご家庭で味わえます。かまどさんはまるでかまどで炊いたような芯までふっくらとしたおいしいご飯が簡単にできる土鍋です。料理がおいしく出来上がると言われている伊賀の土を使い、天保3年創業の伊賀焼き窯元永谷園が3年の歳月をかけて作り上げました。土鍋自身が火加減をしてくれるので、火にかけるだけでお米の芯までふっくらおいしく炊き上がります。お値段は消費税込み1万500円。さあ、気になった方は今すぐパソコン、携帯の J-WAVE サイトから EC オンラインへアクセス。スペシャルサタデーナイト、ジュン・ミロダ and ハジメ・アンザイ 81.3 J-WAVE ゴールデンタイム。はい、J-WAVE ミラージョンとアンザイ始めのゴールデンタイム、土曜深夜2006年も煮え切らない態度でお送りしてます。まあそうだよね、煮え切ったらしまいだよ人間。もうカラカラになっちゃうんだから、もう最後は ね、もう炭になっちゃうから ね、これでいい、炭ってハンコ押されちゃうからね。そらそらお前って言うなこれ。というわけで早速コーナー、メールを紹介してみましょうか。ラジオネーム虫江さんかな。虫江さん、虫と絵って書くとさ、カタカナで書くと虹っていう字を分けたみたいだね。おー、ばらけてんね。虫工かな。虹さんかもよ。中工かも。あ、そうか。平たい虹かも。ゴールデンタイムの皆さん、あげましておめでとうございます。リスナーのがしっかりしてるわ。しっかりしてるわ。挨拶がしっかりしてるね、やっぱりね。3週間ぶりの放送ということで、僕はその間とても寂しかったです。しっかりしてるわ。しっかりしてるわ。今年も三浦さんの思いつきでいくつかコーナーができるのか。そう考えてたよ。安田さんが何回遅刻するのか。うん、楽しみにしてる。そうだ。しっかりしてるわ。何でも記録だ、記録。うん、続きまして、ラジオネーム、葉っぱふうみんさん。うん、ありがとう。ちょい六親父の三浦さん。ちょい六でなしね。はい。うん、相当ろくでなしの安西さん、おい。そうなんでね。安西さんって一人じゃないからね。本気だからね。新年明けましておめでとうございます。うん、今年も親父二人、いい塩梅のゴールデンタイムを楽しみにしています。ありがとうございます。今年の抱負と、やわらママに一言お願いします。なんだか先に出たらしいね。ポンとね、出たらしい。出たね。ポン行ったらしいね。なんだね。もう、男のことよかったね。よかった。もう一言ながらよかった。ポンとね、これ。これも。ね。これは本当の気持ちだよね。うん。あの、マジの気持ち。これはある意味、国民半分ぐらい思ってる。思った。半分以上は思ってるね。よかった。よかった。谷さんも思ってると思う。よかった。よかった。ね、よかった、ね、理由は言わないけどよかったよね。本当ですね。ね、スポーツ選手になれるもんね。はい、続きましてラジオネーム味噌時間のさん。はいよ、ありがとうございます。三浦さん、安西さんとスタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。しっかりしてるね、最近の子は。最近の子は本当しっかりしてる。え、うん、昔はもう全然言えんもしない。明けましておめでとうございます。言えてるじゃん。私は今日8日に結婚式を挙げます。あれはめでてえなぁ。パン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 って暗いじゃねえか。式場は、安西さんの事務所の近くです。式場って言ってもエロマのことじゃないぞ。式場教じゃないぞ。よかったら来てくださいね。おー。そうか、今日やるんだ。あそこだ。安西さんの近くだ。そうだそうだ。あれじゃねえ、なんか後ろから後ろ向けてボーンってブーケ投げられて。あ、俺受けた。安西さんの頭にクサッと刺さるんじゃないの、ブーケが。もう勘弁してください。そして今夜は、初夜なので。あ、やったやった放送が聞けません
おめでとうございます。はいよ。残念です、うん。今年もよろしくお願いします。なら明るいわ。初夜の時にポール・モーリアは似合うんだよ。で、まずね、彼女の方からパラララララって脱いでったよね。パラララ。ね。バッチリなのにな、ポール・モーリア。絶対嫌だわ。絶対そんな初夜嫌だ。ポール・モーリアで一生過ごすのもいいよ。絶対嫌だわ。続きまして、ラジオネーム、里見ライダーさん。いや、ありがとうございます。この人にプレゼントもらったんだ。ありがとうございます。あざさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。ポール・モーリア。ポール・モーリア。もう来た。あ、もう、はい。という時に、お二人は何かポーズとかつけてやってるのかなと。気になって仕方ありません。ポール・モーリアだよね。ポール・モーリア。わかんねえよ。誰も伝わってねえ。まず手で、ポールの部分をこう作って、はい、竿の部分をね、作って、はい、モーリアで玉の部分を二つ作るっていうのが、ポール・モーリアサインでね。そうそうそう。盛り、もう、盛り上げるっていう意味ですから。ポール・モーリアだからね。うん、そうだそうだ。この時、キュッとこうね。そうだね。はい。この辺、活躍をキュッと締めるからね。一緒にやってみたいな、だって。そうですね。よかった。ありがとうございます。教えないでよかった。はい。というわけで、いろいろ、初夜の方から、うん、もういろいろですね、来てますんで、うん、本日もですね、うん、いっぱいコーナーまた。考えたよ。ちょっと言いますからね、いろいろ。とりあえず、まあ、とりあえずということで、うんうん、今までのコーナーから紹介いたしましょう。うん、はい、どうぞ。声に出しちゃいけない日本語、うん、接続部から流行ってきたね。これは流行ってきた。はい、うん。そして、こちら、うん。もう私たちが言いたくて言いたくてしょうがない。マシンに接客これは居残りだね。この二つは居残り出た。はい、居残り組が出た。はい。そして、うん、今日のゴールデンタイムの番組前、内での、うん、一番、良かったところ、うん、最高視聴率、うん。それを、皆さんから募集する。うん、なんで募集してたかわかんないですけど、うん、稼げ聴取率最高ラジオリサーチ、まあこれはこの後のね、飲み会の資料とさせてもらって、反省を。反省はちゃんと忘れて。いいとこだけは取っていって盛り上がるということでね。褒め合う。うん。そう、大事ですね。そして、新しいコーナー。はい。二つ発表していいでしょ。はい。お願いします。三つ発表していいでしょ。三つ、三つ。四つ発表していいでしょ。いやいやいや、いつもいい。どんどん言ってください、もう。はい。まずは、ベッドに出る単語。デルタン。これね、ほら、受験生が、2月試験でしょ。はい、そろそろ、1月センター試験なんですか、はい、なんかいろいろあるでしょ。ありますね。これは、英語がやっぱりね、弱い。やっぱ日本人は。あ、英語なんですか？英語が弱すぎるっちゅう話を、はいはいはい、こうまあ、はいはい、僕も長いこと英語授業で習ってきたけど、喋、はい、れないと。これは良くないっていうことで。喋れないとってはい、喋れないとってやつで。喋、はいはい、れないと。どうしたらいいのか分からない。はい、だから、この番組の中で、英単語を考えていこうと。もう作っちゃうからね。英単語を作って、もう、その一言の単語で、もう、構文とかいらないから。I have とか、I can とかいらないの。その単語を一言でもう分かっちゃうから。ああ、アメリカ人に分かっちゃうから。もうすでに分かるんだ。じゃあ、バンコク、バンコク、バンコク共通語。はいはい、一言今言うから、すぐ分かるよ、はいはい。今僕が考えたデルタン聞いてる、はい、カワカブール。カワカブール。分かったでしょ、もう。I see. 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 じゃあ、もう一個ね。はい、キンポッシブル。キンポッシブル。わかったでしょ、大体わかったでしょ。すっごいあれですよね。I see? I see. I see. I know. こう、あれですよね。大事なものですよね。すごくね。もう一回行きましょうか。カワカブール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 。それフランス語なんですか？ちょっとフランス語かと。まあ、とりあえず、この一言の単語で、大体は予想つく。大体予想つくわ。構文なんていらないっていう時代に来た。ありますよ。もう単語をつなぎ合わせたら、外国人の方に全部おしゃべりできる。よくあります。うん、今日のデートどうすんのと。うん、うん、ありますね。今日のデートどうすんの、うん、その時に、そうですよ。一撃の映画単語ね。これで、ね、何ご飯、食事に行くの、うん、映画見に行く、うん、みたいなのあるじゃないですか。ありますよね。この時に、うん、シンポシブル。あ、今日、わかりやすい。あ、この人は、おしゃれだわと。英語で答えてたわと。ああそうですよね。はい。まず最初にチップシブルなのかな。ああ、チップシブル。はい。はい。ほんで、彼女の方も答えていくよね。
あれ二日目。あれ二日目。あれ二日目。みたいな。あれ二日目。あれ二日目。みたいな。まあ、発音を変えてる。発音を考えてるだけなんだよ。発音を考えてるだけでいいんだよ。いい攻撃ですね。ほんで、皆さんは、送っていただく皆さんは、このデルタンの、どこにアクセントが来るかの、ちょっとアクセントのとこも、ピンと置いてもらわないと。よかったら発音記号とか書いてもらえると、ね。発音記号書いてもらうとすごく嬉しいんですよ。いいですよね。はい。わかりやすいですね。これでもう、はい、試験で、あ、わかんねえと。はい、構文がわかんないっていう時には、はい、impossible って書けば、そうそうそう。あ、合格ってことで。もう。そうですよ。うん。もう。それは、それはだって、もう試験官の人にしてもね、うん、採点する人にしてもね、うん、何書いてるかわかんない。わかる。ね。そうですね。もう構文はいらない時代に、ついに来た。ついに。単語。もうデルタンで。デルタンだけで大丈夫、うん。大丈夫っていうコーナーね。ネットで出る、うん、デルタンが。あとね、はい、エロー教。それで僕、木魚持ってたん今日。もうね、年末年始と考えたらいろいろ。待ってくださいよ。ね、ちょっとね。エロー教。そのために木魚持ってきたんですか。ほら、いい音する。ああ、いいっすね。ほんで、ちょっと、こういう、まあ、漢字二文字ぐらいをこう募集してもらったらね、これで繋げていくわけですよ。三浦に正月無駄に過ごせないで。無駄でしょ？で、まあ、それで、お経の中にストーリーがあったりするいいなぁなんて思って、ちょっと、作ってみたんで、法エザンボ。陰神陰乱鬼頭挿入激神神出門月まんぐりまがまん限界途中射精面白いかなこの子さんめちゃめちゃストレートに聞こえるんですけどえ、まあ、お経ですよ何言ってんすか、何ですか全部今の漢字だったんですかよくはお経って感じでこう書いてある。はい。いやいや、これは徳のある言葉で、なんか西洋から論じるなっていうことですよ、これは。はい。なんかめちゃめちゃストレートに聞こえたんですけどね。もう一回聞きたい。もう一回。もうちょっと、なんかお経になってると思う。もうちょっと、言い方でしたね。ちょっと、ごめんなさい。なんか変な方に相談しましたか？今ね、はい、わかりやすく人に伝えようとしてるでしょ、今。なんか、僕らが素人だと思って。じゃあ、なんか。サンスクリットできますね。じゃあね。陰神乱鬼頭挿入激神神出門絶まんぐり我慢限界頭中射精え何に聞こえたんですかこれは盛り上がるんですかこれ。ひでえな。え、何言ってんすか得な話じゃないですか。ちょっと解説してくださいよ。生きていくのは大変だっていう話ですよ。もう、生まれながらにして大変だから乗り切っていこうっていう話じゃないですか、今。うん。うん。わかりました。なんとなくわかるんですよ。なんとなくわかるんですよ。なんとなくわかるんですけど、はっきり絵が見えるんですよね。あれ心が汚れてますね、それは。これ、僕言ったんだけど、送ってくるのかどうかが心配ですけどね。でもほら、私はこう、ちょっとね、失恋をしましたとか、はいはいはい、童貞をしましたとか、まあ、いいことも悪いことも、はい、全部この、和尚が、はい、お経にして、いいな供養させていただきますよ。いやでもそういうことが勇気を与えますよ。うん、本当に。もうものすごく頑張って考えてる気がするでしょ。うん。今だったもんね。コーナー2つしかまだ紹介されてないですけど。はい、もう1個ありますか。もう1個ありますか。はい、そして、うん、もう1個は、うん、怒られそうで怒れない。うん、結局いい話。そうなんだよね。失敗した時ってあるじゃないですか。はいはいはい、失敗したなとか。大概人生っていうのはいいこと。いいことがあると悪いこと。はいはいはい。いいこといいこといいこと来てると、うん、今いいことだって気がつかないわけですよ。はいはい、悪いことがあった時に、あ、この間までいいか、感じだったんだっていうのを気がつくから、交代交代に来るわけですよ。そうですよね。いいこと悪いこといいこと悪いこと、うん、決まってるわけですよ。で、それで、ロシアンルーレットみたいに死ぬ時に悪いことに当たった人間は悪い人だって言って、悪い、死んじゃうんですけど、死んじゃうんですけど。でもまあ悪いことがあったりとかすると、はい、まだ人に優しくなる。そうなんだよね。ねだからこのコーナーでは、この結局いい話は、こんなひどいことあったとか、それを、わしらが結局いい話に
持っていこうという話なんですよね。僕らのポジティブシンキング。そう。どこまで発揮できる。昔そういえばあったね。あんですよ。ポジティブシンキング。すっと終わっちゃったコーナーだったね、これ。でも、二人でやれば大丈夫。そうです、二人でやれば大丈夫。はい、うん。はい。俺だけだと誰もいないじゃないですか。本当ですか。エロ教とシェルタン来るかな。これ大変な。まあそういうことですわ。結局いい話はいいですね。でも、うん、すごい。うん、いや、これもいいですね。これもいいです。はい、結局いい話もいいことなんじゃないですか。はい、なんだかな、ドキドキするな、うん。俺もちょっとドキドキした。毎回やっぱドキドキしていかないよね。なんで僕たちがバカなのかっていうのは毎回ドキドキするからなんだよね。年取らないもん、バカだもん。バカは年取らないもん。バカと賢いやつの違いはドキドキしてるか知ってないからもね。でもドキドキしすぎなような気がします。なんだけどね。はい。っていうかスタッフまでしています。まあそうですね。というわけで以上すべてのコーナーの宛先はこちらです。メールアドレスはゴールデンアットマーク J-WAVE.CO.JP GOLDEN アットマーク J-WAVE.CO.JP ファックスの方は0570-000-813 0570-000-813 です。深夜ですのでおかけ間違いのないようにダイヤルはゆっくり正確にお願いします。はい、うん、というわけで、今日は採用された方の中から、はい、Tシャツを4枚東京ドーム T シャツで、はい、絵はぎセットを3セット、3組、はい、3組。で、カスアガの世界の文庫本を5冊、ドーンと。ああ、そうですね。頑張りました、はい。先ほど放送中に不手際なことがあったことを訂正させていただきます。はい、失礼いたしました。はい、というわけで、うん、おでは、早速参りましょう。はい、どうぞ。今週の勝手に観光協会。まあ、あれですわ。たくさん今年雪も降りましたけど、ね、はい、大変なとこも、ね、もう大変ですけどもね。大変でしたね、本当に。まあ、本当は雪は風情があるもんとしたいですな、っていう話で、はい、岐阜県の曲を聴かせて、かけさせていただいてよろしいでしょうか。はい。勝手に観光協会さんで、岐阜のギフト、聴いてください。Let's go!レニー・ケイン、シンガーユキとラッパーチコのフィーメールユニット、本公演は即日ソールドアウト、待望の追加公演決定。 J-WAVE 主催ベニー・ケイン Japan Rhythm Sound Trip Tour 追加公演2月25日土曜日横浜ブリッツ。ベニー・ケイン追加公演、お問い合わせは共同東京 03-3498-9999。フリーテンポナビゲーターの中山千代子です。今週末のフリーテンポは成人の日直前、その中で今週のフリーボードのテーマは素敵な大人選手権。フリーテンポは日曜日の朝9時スタート。大人になるといいこと、私が教えてあげる。はい、そういうことでございまして、ラジオネームハゲさんからリクエスト&メッセージが来た。あ、そうか、はい、よかった。2006年、はい、新安物のコーナー覚えてません？そんなコーナーあったことを。あったね。今年の干支の犬のモノマネを安西さんよろしくお願いしますと。犬のモノマネですね、はい、得意じゃないですか。犬はいろいろ使い分けますもんね。はい、いろんな犬を。そうっすね。まず、柴犬からお願いします。柴犬ですよね。はい、柴犬はもう。柴犬はやっぱり、なんて言ってもですね、はい、体つきから出てくる声がちょっと違うわけですよ。あ、やっぱりそうですか。はい。あ、やっぱり土佐犬とかとは違うんですか。とかは違います、ね。柴犬は。やっぱり柴犬は、やはり、小型犬ですんで。あ、はい、基本的にはね。はい。はい、そんな小型犬ではないです。柴犬も大きくなりますよ、割と。適当なこと言うの。はい。まあでも、乗れるぐらいには大きくならないでしょ。そりゃそうですよ。およ？だから、またがって、あれで街歩いてる人いないよ。西郷さんだってまたがってないですもんね。だから俺、事務所のね、近くのペットショップで、どんな犬なんですかって言われたことは言いましたっけ？ね、どんな犬なんですかって、つい入ってしまったんですよ。そんな話でいいんですか？つい入ってしまった、ペットショップで、首輪のコーナー見てたら、お客さんどんな
犬の首は表もですかって言われたもんで、はい、やばいと思ったんで、人ですとは言えないもんで、ドーベルマンって言ったところ、ものすごい巨大な首輪をかわされてしまったこともありました。それは、もう絶対逃げられないようなもんでしょ、もう。もう絶対逃げられない。ごっついやつですよね。ごっついやつかわしていただいたこともありましたね、ね、そんな時代も。どんどん見ても、ドーベルマンを飼ってるタイプには見えませんよ。ね、はい。じゃあ、柴犬からお願いします。いや、今、あと、フード、オンみたいな。あ、これが柴犬で。はい、ああ、そうですか。あの、柴犬が、はい、柴犬がですね、うん、こう、いきなり飼い主に、はい、頼む！はこう、言われた時ですか？声をかけられた時に、慌ててて、はい、あの、ご飯食べてる時に、振り返りながら、ああ、なるほど。ご飯食べてるんだけども、ご主人様だから、はい、あの、命令には従わなきゃなんないから、つい顔を上げたんだけど、はい、ご主人様が言いにくかったみたいな、はい、ちょっと言えなかった、口ごもったっていうことだよね。はい、ああ、なるほど。新年どうぞ、こんなに汗かいてるでしょうかね。じゃあ、次、奴隷犬。奴隷犬？奴隷犬お願いします。奴隷犬の犬を。はい。これは割と僕の、なんかでも得意で。得意ですよね。よく首がついてる人の、そんなんなんですか？もう元気がないぞ。はい、そう、どうぞ。ありがとうございます。それでは早速参りましょうか。声に出しちゃいけない日本語。接続よっしゃ、ということで今年も、日本語にあって、あってはいけない、ことがあると。うん、これは、やっぱり、青少年たちも、いろいろ世の中を見るにつけ、この言葉があると、ちょっと、違う方向に想像してしまうんじゃないかなと。集中できないぞ。集中できない。学業が集中できない単語がこの世の中には存在するということで、はい、撲滅運動を、去年から、キャンペーンやってますよね。やってますよね。ずいぶんたくさん上がってまいりました。はい、はい、ありましたね。まあ、上がりましたけども、今、あえては言いません。じゃあ、覚えてないでしょ。全然俺も覚えてないですね。覚えたことはね、すっす忘れていかないと、新しいの入らないから。はい、わかりました。できるだけ覚えていくようにします。はい、お願いします。それでは早速参りましょう。こちらは、有限会社、ガッパイさんからありがとうございます。接続部。挿入歌。あ、これじゃ。挿入歌はバカだなと思います。バカだなと思うの。あそこに向かって歌を歌っても気持ちよくないだろう。そりゃそうだ。鍾乳洞の中で歌ってるみたいなもんだもんね。声がワーンってしてる。ワーンってして耳が痛いんだよ。ちょっと待ってくださいよ。鍾乳洞ですか？例えばこと。いや、例えばですよ。鍾乳洞で歌ったことあります？歌ったことありますよ。アンジャさんと行った時に、大脱走のテーマとかよくやってるじゃないですか。必ず、パッパン、パッパン、パッパンパンって言いながら、怖いのを逃れてるじゃないですか。怖いから。怖いですよ、ね。怖いじゃないですか。今ほら、地震も多いですから、鍾乳洞にいる人なんて、耐震とか関係ないよ、あれ。言っとくけど。そうだよね。うん。しょうがないんだもんね、そこは。好きでお入りになったんでしょっていうことで、何も、保険出ないよね。鍾乳洞からすいませんでしたっていうこともないでしょ。あそこだって、あえてこうやって、鉄骨とか立ててないもんね。鉄骨が下浮いてるでしょ、あれ。浮いてる、完全に浮いてる。完全に浮いてるわ、あれは。鉄骨が下まで届いてない。届いてないもん、鍾乳洞は。あれいかんわ、あれはいかん。あれはいかん。もう一回、年末見なかった、たけし軍団の人が、みんな姉派の面かけてくれた。あれ、おかしかった。かしかったね。久しぶり面白かった。面白かったね。面白かった。あの人たちは恐るべしですね。挿入会がもう消滅。はい。そのために持ってきたの。ラジオネーム、イジリ息子さん。イジリ息子さん。ペンネームもいかん。ちょっと根本的なもんだよ。外に繰り出す。あ、ダメだ。外に繰り出す。ダメだ、それ。それはダメだ。外に繰り出す。おい、ちょっと外に繰り出すわ、ってね、言うよね。そういや、言ってた。そうだ。うん、正月もほら、三が日明けて、じっと家でおせち食ってるから、そろそろ外にも繰り出すか、なんて。いや、なんてこと言うのかしら、なんて、女房が言うもんですよ、それ大概。昔の劇だったら。どんな店主なんですか。おい、お前のは外に来るのか。お前のは言わないだろ。お前もだろ。お前もか。
ああ、そうか。お前はかな。まあいいですよね。外に繰り出してよ。そういえば私もあんまり繰り出してないわ、なんつってね。最近、繰り出してないわ、繰り出してもらってないわ、なんかさ、繰り出すってどういう態度よ。わかんない。すごい態度だよ。すごい態度だよ、それは。だって一人で出ても繰り出してないじゃん。そうだよ。繰り出すっていうのはもう完全に。大勢だよ、大勢。大勢だよ、ね。大勢だよ、大勢で。何人かでやってるって言うんだよね。そうだよね。何人かでやる。これは余計危険だわ。これは危険だ。これは危険度高いね。危険度高いよ、そんなもん。それはさ、そこの家人はさ、丁寧に扱うかもしれないけどさ、客人はむちゃくちゃいじるぞ。そうそうそう。めちゃめちゃ出すぞ。手を洗ったりさ、ちゃんとしないから。ダメダメ。しないよ。客人がいる。あれで、かな、みんな、あの、お客さんが、こう、食事の前に、あ、あの、こっちだね、手洗ってくださいとか言う。そんなこととは言っていないと思うよ。ラジオネーム、カトネンさん。うん。ありがとうございます。編成局部長。編成局部長。偉い名前なのに、うん、局部が入っていくので台無し。あー、そうだね。局部長はね。あ、ほんとだ。漢字にすると完全そうだよ。あ、そうか。局部だもんね。編成局部長。いかんな。局部長のまた局部を出したね、この人も。あれはね、局部繰り出したね。編成していくからね、局部で。あ、これいかん。これはいかん。これはいかん。編成局部長、今年からなし。もう、そんな役職なし。ラジオネーム、うん、朝青ざめさん。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、親睦を深める。ダメだ。親睦深めちゃダメだもんだって、そんなもん。親睦深く入れるって聞こえます。ほら、いかん。あんま聞こえないけどな。俺も聞こえなかった。俺も聞こえなかったよ。そうだよね。うか。まあ、聞こえるんだから、国民一人が聞こえるっていうことは、100人いるぞ。それはもう、一人いると100人いるから、いかん。この言葉ももう、今年からなしだ。ああ、もう、続きまして。うん。ラジオネーム、匿名希望さん。うん。出たね、ついに。匿名希望さんって、匿名希望さんってストレートだね。いいね。いいね。明けましておめでとうございます。本年も楽しい放送。よろしくお願いします。ありがとうございます。ます映画祭の授賞式などで使われる、そうなめ。あ、そうなめダメだ。そうなめ、あいなめダメだ。あいなめも、シャレなんねんだ、あれ。そうなめという歌も。ダメだな、あれ。あれはやばいと思うのですが、いかがでしょうか。もう完全に AV のジャンルとしか思えません。そらそら、今年は井筒監督が総舐めですなんてね。あんな親父に舐められたら困るわ、それは。髭に何かついてそうなイメージがあるもん、総舐めの前。嫌な感じだ。加藤君、総舐めでしたね、なんて。嫌な感じだ。俺は嫌だわ。確かにそうだわ。今年また誰かが総舐めするわけでしょね。レコード大賞だって総舐めしてたじゃない、よく。あの頃はもう、ああいう総舐めとかね。よくしたもんですよ、それ。ね、いかん。それはいかん。年末年始、ピッキリッとしたい時にね、そんな単語で違うことを思うようではいかん。それは、なし。続きまして。うん。有限会社カッパです。うん。新成人。新成人という呼び方は、かわいそうだと思います。なんで？成人式で暴れている奴らは、うん、わしは向け取るぞと思ってやっているじゃないでしょう。うん。それって新生保険の話そしたら保険は入ってないじゃん、それ。なんか新生しか入ってないじゃん。新生だったらタバコだって新生じゃん。本当だね、あの黄色いパッケージの、ね。ねえ。まあでも新生風邪とか言うけどね。そうですね。うん。もうね、ここまで来るとかなりだね。これはかなり。人までちょっとね、日本軍厳しすぎ。それは。厳しすぎ。続きまして、グッチ柴田さん。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。お目にかかる。あ、そんなもんいいじゃん。それはいいじゃん。それは、それ禁止されると困ることがあるよ、お目にかかる。あれ変な小玉響き入ってるね。あれそんなやつおらへんやろ。それはそれでええやろ。それではこれどうでしょうか、ケッチ島さん。ローマ帝国の皇帝、オクタビアヌス。ね。あ、それはもう昔から禁止だよ。僕はもう。あ、そうですか。うん、アヌス帝系はもう絶対禁止だと思ってる。世界に古くてやばい名前だ。そらそうだ、そらそうだ。次、まだあの、ケッチ島さん。公演などの、カリキュラム。ああ。カリキュラムはどうですかね。カリキュラムはやばいと思います。そうだよね。これまず、第一、公園とかにある公衆便所がやばいと思うんだ。それがもうまずいと思うよ、意味が違ってるし。意味が違ってます。続きまして、月日しました。うん。
強めな性格。これいかん。これはいかんです。これはいかんよね。これはもう閉じていこう。あけっぴろな性格は、やばいですよね。ねえ。あけっぴろって、ゲラのかまい。はい。ゲッツしました。うん、もう一つ。うん。当てこすり。当てこすり。当てこすられたなんてね。当てこすりしましたなんてね。当てこすりもやばいね。当てがよくわかんないけどね。そうだよ。当てわかるのすけかな。当たってこするんだよね。うん、ね。それはいかん。一瞬気持ちよさそうだもんね。そうそうそう。うん、それじゃ、犯罪にならねえ、それは。うん、これが。ダメ。犯罪にならって、なんない方がいいんじゃないですか。はい、以上です、先週と。ありがとうございました。ということで、皆さんの新春の、まあ、お年賀みたいなもんですな。はい。まあ、今、受験勉強している方もおられると思います。はい、ちょっと、ティーブレイク。お、ティーブレイク、この時間に。その今持ってる、ペンシルを。はい。はい、自分のペンシルに置き換えて、ね、自分のペンシルに置き換えて、お母さんお父さん寝静まったことを確認してから、聞きながらしてみてください。はい、池部子さん、女はそれを我慢できない。The power is on 81.3 J-Wave。オレンジペコ、待望のライブハウスツアー決定。J-WAVE 主催オレンジペコライブハウスツアーグレイス、2月10日横浜ブリッツ、3月3日渋谷アックス。オレンジペコ、お問い合わせは総合東京 03-3405-9999。 鳥越彩花です。 J-WAVE25、 2006年第1回目の放送はスポーツイヤー2006、今年開催されるトリノオリンピック、そして FIFA ワールドカップドイツ大会を特集。メインコメンテーターには J-WAVE チャレンジスポーツからサッシャをお迎えします。 J-WAVE25 は日曜深夜1時から。スペシャルサタデーナイト、ジュン・ミューラー and ハジメ・アンザイ 81.3 J-WAVE ゴールデンタイム。はい、楽曲中に不適切なモダイ声があったことをお断りさせていただきます。もだえてたね。あれはね、あれで、物を持ち上げてるから。あ、そうそう。うん、重いものもいっぱい持ち上げてるっていう歌だもん。ノーノーノーって、ね。それを我慢できないと。重すぎると。なるほどね。はい。確かにね。池江子さんちゅう人はまた、ナイスバディですね。ナイスバディでしたね。はい、お便り取り寄せレディオ、レディオネーム。はい、さっきさん。さっきさん、ありがとうございます。皆さん、皆さん、スタッフの皆さん。ん？新年明けましておめでとうございます。しっかりしてんな、今の人はな。ほんと。昔は言えなかったもんな。新年明けめでーみたいな。今年も、お二人に一生懸命ついていきたいと思います。あら。あら、これはもうついてきてね。飲み屋まで。あさってはついに成人式です。あ、そうらしいね。あ、なんか、日にち変わったっつうじゃん。成人式。初めて振り袖着ます。お二人は二十歳の時、成人式は行かれましたか？どんな感じで羽を外されましたか？羽を外すっていう言葉もダメ。これはもう、接続部と同じ。これはダメ。もう、なくなった。お祝いにぜひプレゼントをください。あら、あ、そうだ、プレゼントあげない。そうだ、二十歳のお祝いだ。女の子でしょ？女の子。はい。これじゃないの？ T シャツか。ありがとう。晴れ着の下に着てもらおう、これ。よくないよ。晴れ着の下に着てもらって。どうざめだわ。脱がされてこれみたいな。どうよ、これ。脱がされて、安西さん。ちょっと待って、俺の落ちかい。いやいやいや。やっぱり、三段落ちぐらいやっといた方がいいし。そうですね。あれは何、僕、ちょっと、正月考えたんだけど、寒いでしょ、はい、今、はいはい、まあ、今年特に寒いじゃないですか。はい、で、やっぱり、男としても、パッチ履きたいわけよ。パッチ、パッチってさ、うんうんうん、響きも悪いしさ、なんだかラクダ色みたいな、ズボン下、ズボン下とか、ほんで女の人もババシャツ着たいわけよ、はいはい、本当なら、本来ならね、でもババじゃんって言われるわけじゃないですか、それ着てると、僕一回去年か一昨年か誕生日会やってもらった時に、よっちゃんが連れてくれてクラブで、イエローっていうクラブで。うんうんうん、みんなで踊ってるとこ初めて連れてもらって嬉しかった。はい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 、で、うわーなんてベロベロ酔ってたから、うわーって酔っ払ってたら、汗がいっぱい出てきたもんで、上脱いだら、下ババシャツだったんだ。でも黒だったから、わかんねえかなと思いながら、こう踊ってたら、三浦さんなんつって、友達からグッと引っ張られた時に、ビヨーンって伸びてさ、ババ着てるって言われて、でもそれは、
やっぱり女の人だって寒いんだから、うん、ババシャツ着た方が冷え性多いでしょ、女の人。本当は、あんなミニスカート履いて、生足出してのは、本来は体には良くないじゃないですか。うん、なんでかって考えた時にね、うんうん、男はなんで脱がすの女の人。子供の頃によくボタンがこう自分で外せなくて、うん、親にボタンを外してもらったことはあるよ。はいはい、それは、血のつながった親だよ。まあね、そうですよ。それは、うまくボタンが外せないという理由もあったしね。もう成人にもなってんのに、うまく外せんのにもかかわらず、なんで男にむしゃくしゃに脱がされるのあれ。あれは、ちょっとやめた方がいいんじゃないかなって。あのシステムですか？あのシステム。あれはサービスでやってんじゃないですか？だから今日は寒いなと思って、ババシャツ着てたいなと思ってんのにもかかわらず、いつ脱がされるかわからないから、ババ着てると、興ざめだからと思って我慢して着ないんでしょ？あれ、なんで男は脱がしてもいいんですかあれ。バンとベッドにバンと押し倒して、ボタンピーって。そうそう、脱がす権利が誰にあるんだ、ね、脱がす権利が誰にあるんだ。そうだよね。おかしくないですか？確かにそうですよね。うん、そういえば、うんうん、こっちも、あの、下にパッチっていうか、はい、ズボン下入って。ズボン下入って。もも引き。もも引き入ってる。あれ、うん、あれを、うん、こう、わかんないように、ズボンと一緒に、スーッと脱ごうとすると、はいはい、必ず足首で引っかかって脱げないんだよね。パッチーはね、パッチーの場合はね。パッチーは。パッチーの場合はね。あれうまく脱げないんだよね、スーッと。ね、で、あれ、中で、イカみたいに丸まるでしょ、パッチーだけが。そうそうそう。あれ痛いんだよ。これでうまく脱げたとしても、うん、帰り際に履くときバレちゃうんだよね。そうだよね。だから、もう、二人とも大人なわけじゃないですか。ほんで、まあ、エッチするのもよかろう。うん、で、その時に、ちょっと待ってと。はいはいはい、ちょっとトイレ行ってきますって言って、自分で脱げばいいのに、うん、なんか知らないけど男が脱がす権利を持ってるようなとこないですか？あれなんだろう？その権利が、うん、まあ、まあサービスでもあり、うん、で、その権利を取ったことが嬉しくて。嬉しかったりするんだよね。うん、あれは、でも、こう、セクハラとかいろいろ世界ある世界の中に、自分で脱げるのにもかかわらず脱がされるっていうのはどういう感じなのかっていうのは思うんですよ。まあ、かなり牛しな感じだもんね。男はね。男的にはね。ね、はいでやったぜ、みたいな。こんな野蛮なことないじゃないですか。2006年からそのね、男が脱がすのをやめよう。自分で脱いでもらおうということで、ババアンドパッチーのコーナー。ババアンドパッチー。ババアシャツ着てたり、パッチーを履いてたりして、えらい目にあった時の話を。はい。脱がされてえらい目にあった。そうですね。ババアンドパッチーのコーナーよろしくお願いします。はい。ぜひともいい話を聞かせてください。はい。続きまして、ラジオネーム妄想職人さん。はい。皆さん、安田さんこんばんは。うん。僕は昨日、童貞を卒業しました。いや、あれは卒業か。あれ、卒業なの？あれね、卒業じゃないんだよね、実はね。実はね、あれはね、いや、それは今はおめでとう。それはもう本当おめでとうだけども、変わるわけじゃないんだよね、何もね。何も変わっちゃいないんだよ。卒業といっても免許証が出るわけだ。そうなんだよ。ほんで、童貞を卒業したからって今こう発表したけども、誰が立証できるかっていう話になるとさ、立証できないわけよ。一緒に、こう、パートナーの人に裁判所に来てもらっても、きっと偽証罪とかになるでしょ。パートナーだから。そうだ。親権みたいなのがあって、うん、親とかは、うん、証人に立てないでしょ。わ、うん、からないと思うんだよね。実際わからないもんね。童貞をはっきり喪失したっていうことが、わかるようなシステムが欲しいね。うん、あ、なるほど、ね。あの人は童貞喪失ってんなっていうのがもう街でもわかる。街でもわかる方法。その T シャツ作るか。いらないよ。いや、僕は童貞を卒していますっていう T シャツ。いらない。安田さんも出たいんで。すっごくいらないから。いらないか。うん、もうこの妄想職人さんはでも、ちょっとあれですよ、うん。少し早めの卒業に少し不安を感じます。妄想職人さんって前からよく出してくれる人だよね。あ、じゃあこの番組を聞いたりしてもらって、それでも、ちゃんと 2way で頑張ってたんだ。大人になったね。大人になったんだ。悪い大人にならないように頑張ります。うん、あら、俺たちのこと名指しだね。名指しかよ。あら、そうか。まあ、今後ね、童貞を卒業したからって言って、エッチを卒業したわけじゃないからね。そこだ。ここなんだよね。童貞卒業すると、エッチがしたくてしたくてたまんなくなんだ、前より。逆にね。そっちの方がめんどくさい。あれめんどくさい。あれ抑えるのに、やっぱり。5、6年かかっちゃうな、またこれで。ちょっとかかるかもしれない。大変だな。入学したみたいなもんだから。これから、セックス代に。今、そうそう、ね。セックス代に入学したと思った方がいいよね。セックス代なんだよね。そっちの方が大変だわ。こっちの授業はきついぞ。で、また、そっちの授業高くつくんだよな。で、またちょっとほら、どうでそうしたもんで、ほら、毎日やりたいから。
そうなんです。結婚するなんて言っちゃってな、彼女にな。思わずね。毎日できると思ってな、結婚するそれとは別なんだよ。ほんで親が来ちゃってな。な、親が来ちゃって。ご親族で調べたりしちゃうから。うちの親じゃないか、それ。わそうだ。はい。はいよ。では参りましょうか。こちらのコーナー、虫に説教。よし、やっとこうやっとこう。うん、やっとこう、虫に説教。うん。いやー、来てますよ。それだ、あの、プレゼントもあげるんだったら、最後にこう、紹介するかな。最後に紹介しよう。じゃあ、今の人は T シャツあげていい？いいよ、いいよ。結婚する人は成人式の人。あ、成人式か。うん。レディオネーム、さっきさんね。さっきさんに、アンザーさんの赤い S の T シャツね。はい。ね、はい、よ。ほいでは、まずはラジオネーム、びしょびしょまさたかさん。うん。わかった。わかったって言ってんだけど。おい！うん、おい。年賀状に毎年奥さんとの写真付きで送ってくるやつ！いや、もうはっきりしといた方がいいぞ。ビシッとしとけ。本当だよ。彼女がいないやつに対する挑戦状が。そらそうだ。子供の年賀状のやつもいるわ。子供のいないやつ悪いじゃねえけどな。何やってんだ？送ってくる方がいつも幸せと思うねよ。そらそうだ。ズリネタとして使っちゃうぞ。これは新しいね。年賀状ズリネタなんて新しいね、それ。ズリネタで返してやれ、そんなもん。ねえ。飛ばして、ビューって。なあ。返さなくてもいいけど。そらそうだ。もう一つ。うん。びしょびしょ、まさか。うん。おい。おい。韓国ドラマ。韓国ドラマ、韓流ドラマ。韓流ドラマ。どのドラマ見ても、いつも記憶喪失してるやがるじゃん。ずっと見てんだね、それ。結構見てる方だね、それは。だったら若戸明使え。そらそうだ。リアルの演技。島上だから、あれは。うん。ああ、なるほどね。釣りのとこでやるからね、若戸先生はね。そうそうそう。釣りの場面で。釣りの場面で必ず。島上っていうのがあるの初めて知ったもんね。あの時ね。ほんで、自分が主演でドラマやってたからね、それのね。記憶喪失のドラマね。びっくりした。再現ドラマね。若ビデオ入れちゃったもん、面白いから。びっくりしたね。最近ああいうのだね。そういうことあんまなくなったね。ああいうのね。やっぱりもっと厳しいご時世になってきたね。うん。どんどん悪くなってきた、世の中。いいぞ。よし。続きまして。決意します。ケイちゃん。頑張ってんな。頑張ってる。ありがとう。おい！うん。牛に！しこ。お前、ゲップ臭すぎ。違う違う。今の時期に出る話題なのかな、これ。もうちょっと春先とか高原とか行く時じゃないのか。ひどい目あったりする。あ、あったのか。おう。だから、お前ら、後ろから交尾すんだろ。そらそうだ。もっとお口のエチケットして、キスしてから交尾に励むように。なるほどな。愛のない交尾はダメだぞ。そらそうだ。バックばっかりやってるとさ、あの、牛みたいに。はいはい、キスしないね。ああ。あれは何？人間だけなの？キスって。キスって？いや、そんなことないでしょ。え、誰だよ、チンパンジー？どこでもやってるじゃん。チンパンジーともやってるよね。マジしてるよ。うっそ、マジしてるしてる。え、絡めたりしてるの、下。下絡めてるから。フレンチ？それは。愛情表現で動物もあんの？あるじゃん。動物は、性器を愛、ねぶるでしょ。うん。そうそうそう。うん、いきなりね。いきなりじゃん、あいつ。あの、たけし軍団のやつ。シャレになんないじゃん、あの犬がガーン来るやつ。たけし軍団の土佐犬の。土佐犬の。毎回楽しみしてるよ。毎回楽しみしてるけど。面白いな、やっぱ。あの、よく、あの、親戚の家とか行くとさ、犬がいきなりに来るでしょ、腰振って。来る来る。メスの方に来るでしょ。いきなりなんだよ、あいつら。すごい新年の挨拶とかしてるときに、うん、ものすごい腰振ってるでしょ。しがみついて腰振ってるよね。ねあれは、どうにかならんのか、あれ。あれはなんとかならんのか、あれ。愛のルールってどうなってんのかね。どうなってんのね、あれ。動物は、そんな、善意とかないよ、あいつら。ないのか。どうしてんの？いきなりかい。大丈夫なのかね。どうしてんの、あれ。少しぐらいこう、なんかコミュニケーションがあるんじゃないの、やっぱり。ちょっとぐらいあんのかな。それともいつでも OK なのかね。え、いつもあれは犯されてんのか。レイプかあれ。動物って。動物ってレイプか。ほんで、こう来て、やりましょうか。あ、いいわ、とか言う会話はない。あるじゃん。でもなんかこう犬とかこうお互いのお尻とか噛み合ってんじゃん。カマキリとかあんのカマキリとか、カマキリはもっと。お尻とかを嗅ぎ合ってるときに、長いこと嗅がしたやつは OK っていうことそうでしょ、きっと。そうなの。ちょっとでも隙見せたやつはもうダメでしょ。ああ、そうか。厳しいんだ。動物の中にもモテてないやついるよね。絶対いるでしょ。たまにいるじゃん。猫とかでもなんか尻尾の形が、なんか可愛くないとか、いろいろあるらしい。あるらしいね。尻尾が可愛くないとか。もうちょっと愛を考えた方がいいね。そうだね。今年は。説教かまた。うん、いや、説教じゃないけど、どうしたら一番愛のある性なのかっていうことはちゃんとした方がいいと思うんだ。そんなことは愛じゃないとか、
愛か愛じゃないかって分かりにくいじゃん。微妙だよね。確かにそうだね。やっぱり昔はよくほら、愛してる？って聞かれて、愛してるって言ったら、したもんじゃん。うんうんうん、昔はそうでしょ。うんうん、今は言わないっつじゃん、その挨拶ないっつじゃん。挨拶ないっすか？明けましておめでとうございますがないっつじゃん、その。夜の明けましておめでとう。夜は明けなくていいの？そういや、最近愛してるとか言ってないでしょ。そういや、最近って。あんま流行ってないでしょ。いやーって、明けおめとか縮まってるしね。縮まってからね。そうだよね。明けおめこれも良くないんじゃない明けおめも。なのか。大丈夫ですか、まあ、大丈夫です。はい。有限会社がっぱい。はい。よろしく。おい、うん。本能寺の変。ああ、本能寺の変ね。ハマグリ御門の変とかね。変あるよ。変シリーズ。お前、信長さんがよ、命落としてんのによ、そうだよ、変ってなんだ、変で済ますようなことじゃないだろうが。あ、信長変みたいなもんだもんね。あ、浜栗顧問の変とか感じだもんね。軽く言いよるよね。人の命なんだと思ってんだって言ってる。そりゃそうだ。今後は、1582年、うん、本能寺ものすごい大変、訂正するように。そうだそうだ。これ試験に出るぞ。この変は何の変なんだろうね。何が変なんだろうね。何が変？やっぱり変だったんだろうね。なんか飲むだけ、飲むだけ殺せて変かみたいなやつから。ひどいんじゃない？これはひどいよ。変なことがあったっていうことじゃないの。そういうことか。そうか。飲むだけが変だったわけじゃないでしょ。とはこれはいつこの何とかの変っていう言い方はなくなったんだろうね。あ、姉派の変とかあんま言わないもんね。ズラが変とかぐらいしか言わない。姉派の変って言ったら、まあ、そっちの方行っちゃうもんね。そっちの方行っちゃうもんね。まあ、変わったね、変の使い方がね。ね、うん、ラジオネーム、ゲッチしますさん。うん、おい、おい、姫はじめ、姫はじめ、食べはじめみたいな名前だ、姫はじめ。お前、男と男がまぐわったら、お、殿はじめに改名しろ、エルトン・ジョンやジョージ・マイケルのことも考えてやれ。俺はそうだ。その姫始めの頃はまだ許されてなかったね。公には、エルトンのことはね。姫で始めるっていう風になってたんだね。これはちょっとね、男尊女卑入ってましたね。たな、失礼もう、女性に。一緒にしよう。もう、もういい。そうそう。え、ね、うん。ことぶき始めにしましょう。そりゃそうだ。そう、うまいこと言うな。いい。というわけで、うん。以上です、編集長。はい、ありがとうございました。安西さんの大好きなハウンドドッグの曲ですな、これ。いや、なんで笑ってんの？犬年だから。犬年だから。それだけで。犬年って、まあ多分書けないでしょう。しかもだよ。しかも、ホルティシモって。ああ、ほら。ずっと来るよ、これ。ああ、ほら、ラブは大事ですよ。ああ、いうわけで。すべてさ、もう全然、カラオケで歌ったこともないんですけども、うん、とりあえずちょっと聞いてみようかな。ああ、こういうの聞いてみるのいいね。あの、こういうの聞いてみるのいいわ。ハウンドドッグで、ホルティシモの変。音楽プロデューサー富田圭一のソロユニット富田ラボ、一夜限りのスペシャルコンサートを開催決定。富田ラボコンサート supported by J-WAY Groove Line。 ゲストボーカリストにキリンジ、ケミストリー、ソウヘ、山本良平他を迎えて、3月19日日曜日、渋谷アックス。お問い合わせはディスクガレージ 03-5436-9600。リリー・フランキーです。木曜深夜12時30分からはナイトストーリーズ。番組では皆さんからの甘酸っぱいメッセージ、切羽詰まったメッセージ、様々お待ちしています。冷え込む深夜ですので暖かくしてぜひご参加ください。リリー・フランキーのナイトストーリーズ、木曜深夜12時30分にお待ちしています。J-WAVE ゴールデンタイム。はい。普通のだって。お便り普通のっていうか。大体普通じゃん。こんな変なことやってないよ。いや違う。コーナーっていう意味じゃなくて、ね。あ、コーナーじゃなくて、はい、普通のコーナー。はい。はい、ラジオネーム。萩野かおりんさん。萩野かおりんさん、ありがとうございます。こんばんは、森。ん、初めて聞いています。お、それは、ちょっとやりにくいでしょ。ないよね。なんか変わった番組だなと思い、聞いていたのですが、うん、受験生のために英単語と言われたので、いい番組だなと思ったら、やっぱ変わった番組でした。何を言ってるんですか。でも、うん、受験勉強で笑いから遠のいていたのですが、うん、思わず家族がね、静まった部屋で一人ラジオの前で笑ってしまいました。うん、ちょいエロい。
ところが面白いです、ね、です。これから毎週聞きます。本当ですね。この番組でやってよかったです。本当ですね。本当ですね。まあ、何回も撮りますよ。本当ですね。ということで、何さんでしたっけ？萩野香織さん。萩野香織さんに、もう、はい、もう萩野香織さんのみに発表させていただく。はい、試験に出る単語。そうです。試験じゃない、ベッドに出る単語。ベッドに出る単語。森一郎先生のベッドに出る単語をやらせていただきます。森一郎さんやんないだろ。唇先生、フェラレンジャーさん、いただいております。早速、デルタンのコーナーやらせてもらって。you are, understand? You understand? いや、しゃぶってくれ。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 You know? I see. I see. しゃぶってくれ。しゃぶってくれ。Alright. で、さっき言うだけ。さっき言うだけ。唇戦隊フェラレンジャーさんには、できれば、笠原の世界の本を送らせていただきます。ありがとうございました。助けていただきました。ありがとうございます。はい。続きまして、またお便りを。ラジオネーム、ちんたろうさん。ありがとうございます。ねえ、アンザさん、明けまして、おめでとうで思い出したのですが、今年は、私宛ての年賀状が1枚置きませんでした。そういうこともあるよね。うん。寂しかったので、携帯に、明けおめメールくらいは来てるだろうと確認しましたが、就活でいいんだよね。就活のメールが2件来ているだけです。よかったじゃん、でも2件。そうだよね。ちなみに私は、11枚も年賀状を出しましたが、今の時点で1枚しか返事が来ていません。寂しいので、プレゼントください。なるほどな。来たら嬉しいよね。はがきじゃないの。どさっと。どさっとね。じゃあ、年賀状なんですよ、これ。ね、年賀状だから。じゃあ、8枚来るじゃん。8枚セット。やったじゃん、この人。やったやったじゃん、ちんたろうさん。ちんたろうさん9枚だ。2、3、4、5、6、7、8枚。はい。はい。よっ。8枚来たよ、これ。続きまして。うん。ラジオネーム、ナウさん。うん。明けましておめでとうございます。はいよ、おめでとうございます。男27歳。23歳。いい歳だね。明日、辞表を出してきます。うん、いい機会だね、それは。いいね。いい機会だ。ただなんか面白い方法でやめたいので、アイデアがあったら教えてください。ああ、辞表か。辞表か。辞表か、これ、実際されると困るんだけどな。あれってほんと、よく、僕ほら、会社勤めたことないからわかんないけど、社長室行って、あの封筒に辞表って書くの。うん。で、その中に何が入ってるの？やめますって書いてあるの、ひらがなで。いやいや、何が入ってるの？これの事情によりみたいな、私、こと。それは書き方があるの。はい。たいや、書き方っていうのはないと思いますけど、普通になんかあるんですよ、そんな。ああ、そう。一般的にね。じゃあ、それは、社長が封筒をこう開けて。封筒、まあ、もう、辞表って書いてあるのにもかかわらず、中のを改めて読むんですか？そうそうそう、誰の辞表かわかんないじゃん。人の辞表かもしれないじゃん。その人は僕のですって言って、届けるわけ。まあ、そうですけど。ほんで、封を切って。読めんのかって、まあ言いますよね。読めそう。でもそこには一応、一身上の都合とかなんか書いてあるんですよ。一身上ってあれ何なんですか？一身助けみたいな。あ、それ2回出ました。そうですか、2回出ました。ああ。と思うんですよ。一身上って何なんですかね。だから、その封筒開けたら、なんかイモリの黒焦げみたいなやつが、パチンって、指がパチンって痛いみたいなやつが入ってるとか。それ痛いでダメじゃないですか。それで首ですよ、これ。それはほら、やめる、辞表を出すっていうことは、まあやめます。まあ、じゃあ受理します。みたいなことになって、首とは違うわけですよ。淡々としてるわけですか？それは何ちゅうんですか？中に焼き鳥とか入ってるとかダメですよ。こう、辞表って書いて開けたら、砂肝とかがこう、一本入ってる。すだきものが一本もらってもね。もらってもね。なんか。でもせっかく今までお世話になったわけじゃないですか。そうだよ、ね、会社に。うん、何かやっぱすなぎもでも、初でも入れといた方がいい。どうですかね、クリスマスカードみたいに。こう、バッと封筒から出して開けると、こう立体のやつがこう、パッと出てきて、お辞儀するんで。あ、立体の会社がこう出てきて、閉じると会社が潰れるぐらいな勢いの方がいいね、それだったら。勢いすぎだよ。そこまで恨んでどうするあ、そうかそうか。まあ、円満に退社する方が、まあ、安田さん、退社したことあるんでしょ？ありますよ。どう、なんて言ったんですか、最後。いや、やめますって言っただけで。僕が契約だったって、契約は簡単だ。更新しなきゃいいわけですよ。その更新しませんも言うわけじゃないですか。まあ一応更新しませんって言ったんですか。うん、そうです。更新。それは悩んだ挙句なんですか。悩んで。悩まないですね、あんまり。まあ悩まないというか、まあ、ほら、辞めたい時っていうのはもう、誰も止められないじゃないですか。うまいこと言うね、さすがに。いやいやいや、なるようにしかならないってやつだね。そりゃそうだよね。セラセラですよ。で、
人生一回だもんね。そうだね。どうでもいいんだよ。そこにしがみついててもね。怖いって部分あるしね。うまいこと言うね。しがみついてていいこともあるしね。うん、それを早く言ってよ。それを俺に言ってよ、早く。しがみついて。でもいいことも言っといてよ。うん。どっちがいいの？しがみついていいことの方が多いのか、しがみつかない方がいいことが多いのか、安西さんの人生ではどっちが多いかと。どっちが多いですかね。どっちが多いですか。しがみつかない方のがいいじゃないですかね。分からないでとかってよくしがみついてるじゃん、安西さん。ああ、よくね。うん、なんでやろ、蹴られたりしてね。もう大変な目にあってます。聞いてねえよ、もう。聞いてねえ。ラジオネーム、かなとさん。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんな声じゃないと思いますけどね。かなとさんは。こんばんは。うん、受験生のかなとです。うん、ああ、やっぱり受験生に向けて今年は気持ち入れ替えてるからね、俺らが。自己紹介がいいね。あ、いいね。私の志望校は、面接なので、うん、あ、面接なの？何か面接官とも友達になれるくらいのすごい英単語はありませんか？お、あ、じゃあまあしょうがないな。来た来た。私は口下手なので、面接でどう来るか心配です。お願いします。あ、わかりました。英単語。ラジオネームレッドアーノアーさんから来てる、はい、英単語を、あなたに伝授しておきます。いきなりまあ、面接でパッとこう、面接官で会う。いきなり。はい。いきなり。はい、まあ、3番。はい。3番。かなとさん。あ、かなとです。よろしくお願いします。スマート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 。うん、no. スマート。スマート ?I can.、はい、スマート。スマート。す、あ、I see, I see, smarter, smarter, smarter. Oh, ほんまない。smarter. ほんまない。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 I policy, smarter. ね。リアル寂しいね。で、ほんまない。このコーナー面白いのかな。わかんなくなってきたな、これ。うん、まあいいや。よっしゃ、ありがとうございます。役に立つのかな。テストケースとして、これは早速、こちらも参りましょう。もう来た。ホルモンやな、これ。俺たちにとってみたら試験勉強みたいですね、これ。これどうしよう。受験ですね、これ。これどうしたらいいの？面接です、面接です。あ、なんか歌おうよ、これ。そうですね。もうメロディーは皆さんの頭の中にはあると思います。はい。不動はまずはテストケースですから、皆さんもね、そうカリカリしないで聞いてくださいよ。歌え、ポールモリア。ちょっと待ちなよ、これ。この曲だっけ？違うよ、この曲じゃないよ。びっくりした。俺、この曲で歌おうと思ったんだ。こんな曲募集してねえじゃん、こっちです、こっち。俺、違うじゃん。こっちですね。あ、もう早いよ。もぺんもぺん。もぺん。テストケース。流して。入れていいよ。もう入れてるだろう。バカ野郎。ラジオネーム、未完成人さんでございます。じゃあ、安西さんにどれ行きましょうかね。はい、こっち行きましょうね。はい、歌え、ポールモリア。では、ラジオネーム、イジリー息子さんからいただきました。アクが出るの、真っ赤に腫れるの、それは三浦さんのキャンタマブクロ。これ。このコーナーダメだ。このコーナーもうちょっとだ。もうちょっとだから面白いからもうちょっとやろう。ねえ、もうちょっとやろう。もうちょっと頑張ろう。もうちょっと頑張ろうと。今直接で作ってくれたんだもんね。今しょうがないな。そうそうそう、これはしがみつくべきだね。もうちょっとしがみついてみるからお願いします。よろしくお願いします。あ、面白い。はい。それではどうしましょうか。あの曲いきましょうか。うん。ね。はい。行きますか。あ、これ三浦兄が持ってきたやつですよ。大丈夫ですか。よく送ってくるんですよ。あのある人から CD が送ってくれますので、はい、これをかけてみようと。はい。今回はもうお正月企画ですから。はい。パッといきますよ。はい。いいですね。パッといきましょう。うん、はい。あとで何言われてもしませんよ。ね、ちょっと待ってください。ダンディームーさんという人が。ダンディームーさん。歌ってくれますわ。ハッピーパークサイド。ちょっと聞いてみてください。よろしくお願いします。今宵またブラブラ色めいてムラムラそそり立ちギラギラ胸のリズムがドキドキ真夜中夜道はチャンスがいっぱい事の
中身は石もまとわない、アナルが少し濡れたかな、ペニスも勃起したみたい、コートを広げて見られてみたい、今宵またブラブラ色めいてムラムラ、そそり立ちギラギラ、胸のリズムがドキドキ、月夜に照らされ茂みにうずくまり、千走る瞳に張り裂けるこの胸、僕は全てをさらけ出し、あなたの視線が釘付け、スリルと悲鳴で僕は太鼓プル、今宵またブラブラ色めいてムラムラ、そそり立ちギラギラ、胸のリズムがドキドキ、今宵またブラブラ色めいてムラムラ、そそり立ちギラギラ、胸のリズムがドキドキ、今宵またブラブラ色めいてムラムラ、そそり立ちギラギラ、胸のリズムがドキドキ、はい、曲に対しては何も触れません。ふだんはまたちょっとメールを紹介します。はい、どうぞ。今日はもうね、ラジオネーム、トーミンさん。トーミンさん、ありがとうございます。なあ、トーミンさんだ。あのトーミンさんだ。そうそうそう。おいよ。昨年は大変お世話になりました。飲みましたもんね、あの後ね。はい、うん、飲みました、飲みました。スタジオにも遊びに行かせていただいて、うん、本当に楽しかったです。まあ、ほとんど飲み屋では、トーミンさんが言ってたのは、うちのシーサーと、うん、就職のことについて相談を受けてたみたいで、恋愛のこと何にも出てなかったけどね。うん。はい。そして、うん、エイトではごちそうさまでした、うん。またこれからもよろしくお願いします。よそういえば、ココさんのアドレス知らないままです。やっぱりでしょ、ほら。やっぱりそうだ。そうだ、プッシーキャット、あ、プッシー男とキャットムーメンバーのメンバーだったんですけどね。もう二人をなんとか結びつけようと。無理にしたらダメだよね。自然にやっぱりやっていかないとね。そうだね。うん、こういうもんはダメだ、ダメだ。こればっかりは。はい。はい、ご苦労さん、ココさんももしよかったらお便りくださいね。ラジオネーム、ザ・フー来日希望さん。うん。おぉ。すごいこと言うね。ゴールデンタイムの皆さんも明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年も楽しい放送を期待してくれ。うん、期待に応えられないかもしれません。たけし軍団の皆さん、たけし軍団の番組に、猫さんが出演していました。うんうん、猫ひろし。うん、出てました、出てました、見てましたよ。猫さんは月収が150万円もあるそうなので。本当。これからは、いつも怒ってるよ、俺ら。学習代は猫さんにたかるべきだと思う。本当だね。本当かよ。あるね、働いてるね。働いてるね。本当。よかったね。まあ、150万両かもしれないからね。そうそうそう、猫に小判なんちゃってね。はい、いいこと言うね、うん。ラジオネーム、ピシリトールさん。よ。変っていうのは、ね、教えてくれるんだね。はい、ありがとう。本能寺の変の、ね、教えてくれるのね。はい、変わったって書くんですけどね、うん、変っていうのは、うん、家臣が起こす革命みたいなもので家臣対等な者同士の争いを乱というそうです、うん、あ、対等の角度人間が乱なんだ、あ、はいはいはい、ね、あ、対等だと乱なんだ、はいはい、ほんで本能寺の変の場合は、明智光秀は信長の家臣だったので、はいはい、変になるのではないでしょうか。あ、その立場では変じゃないか。うん、そうだ、やっぱり変じゃないか。やっぱり変だ、やっぱり変だ。ね、欧米って何？いきなり何よ。いや、ちょっと、今日ね、ふっと思ったんだけど、欧米って何？いや、どこと、どこ？欧州と米国じゃない。欧州ってどこだよ。ヨーロッパじゃない。ヨーロッパだよね。ヨーロッパとアメリカ。のこっちの州のこと言ってんの、なんで土地離れてんのに言ってんですの。だから世界的にその、うん、全体のこと言って海外みたいな意味でしょ。
そう、海外インドだってあるじゃん、いっぱい。だからそこは無視してるんじゃないですか。ひどいじゃないですか。なんで欧米って。無視はしてないんですよね。別に戦争で一緒に組んだわけでもないでしょ。うんうん、組んでないでしょ、ね、なんで欧米諸国とか言うの？欧米諸国。だから、あ、欧米に諸国がいろいろ入ってるから、あれかもしれないです、ね。え、俺らは諸国なの？俺たちは、俺たちは地球って欧米で、あと日本に対しての、あれでしょ、欧米っていうことでしょ。そうですよね。誰も、誰もうなずいてくんないから。意外と、ちゃんと言えないんですよ。ちゃんと言えないよ。日本に対して欧米なんですか？すごい、いや、だから海外っていう意味の中での。すごい頭悪そうだよ、この話。キシリトールさんに聞くしかないじゃん。なんで O と B がひっついてるんですか、あれは。だから、そういう意味ですよ。海外っていう意味じゃないですか。きっと。え、他にもヨーロッパとアメリカ大陸と、みたいなことですよ、きっと。インドはダメ。インドとかはもう、ああ、だから、インドとかの場合は欧米とは言わないですよね。お前はね。どこまで海外とか行っちゃうんじゃないですか。そういう場合は。欧米と海外は違うんですか？違うんじゃないですかね。マジ？うん。オーストラリアとかはね、いろいろありますもんね。あれは何？欧米ではないの？じゃないですか？ありがとうございました。本当かよ。こんなんでいいのかよ。これ絶対試験出たら間違えるぜ。わからないことはどんどん安藤さんにね、質問していただければ何でも答えていただけますので、はい。よろしくお願いします。それでは、ここで早速参りましょうか。結局いい話。なるほど。タイトルがね、こう、素直でいいね。これは素直でいい。わかりました。結局、悪いことあったような気がしたけども、うん、結果的に良かったらいいんじゃないかと。結果往来のコーナーでございますね。そうですね。はい、こちらの場ですね、いい話にしてくださいよ。わかりましたね。わかってますよ、もちろん。だって、いい話作るエンジェルだもん、俺ら。ラジオネーム、うさこさん。うさこさん。うさこさん、女の人だね。わかった。29歳。女の人だから手加減するよ、俺は。はい。うん手掛けです。霊能力のある友達に、霊能力のある友達に、あなた、うん、前世も結婚できてないよ。ちょっと待ってくださいよ。しかも、うん、早死にだった、うん。と言われてしまいました。いいじゃないですか。ねえ。早死にっていうことは、お金かかんないよ、あんまり。そうだよね。うん、いや、人間って何年生きるか知らないけど、もう何億も使うつじゃん。あのさ、邪魔くさいよ。一番さ、うん、悲しい人間の生き方としたらさ、うん、こう、いわゆる自分が、うん、例えば、わかんないですけど、寿命を全部生きられると思って、うん、いろんなことを後回しにしていっちゃう生き方ってあるんじゃないですか。うん、あります、あります。来年やろうとか、うん、将来やろうとか、長く考えちゃって。それよりも自分が早死んだと思ったら、いいすっごい一生懸命瞬間、瞬間一生懸命生きられますよ。一時をどんだけ充実して生きるかが一生ですからね。うん、そんな長い時間の、ね、時間軸じゃないんですよ、これは。うん、逆に結婚をできてなかったと、うん、前世。いいじゃないですか。いいじゃない。離婚する恐れがない。ないわ、ほら、もうめちゃめちゃ。大変だぞ、お前。車両とかいろいろあって、揉めて。辛いぞ。横打ちなんとかっていう、俳優の人見てみろよ、あんな おかみに怒られて、もうボロボロじゃないか。そうだよな。なあ、かっこ悪いわ。大体結婚式だって大変だぞ。大変だ、金かかるわ。あいつ呼ばなかったとか言ってさ、また怒られちゃったなんかでさ、あのことだけで、もう、うん、離婚する人とかいるからね。いるからね。また、俺、あの時だけほら湧いてるから、えらい盛り上がって、イチャイチャしてて、落ちた時みんな笑ってんぞ、ね、復興さんのことじゃないよ。あれ違うよ、やめてくれよ。何の話だよ。なんでもう友達だすんだよ。笑ってねえよ、おいおい。ずいぶん持ってるじゃねえか、そういうのは。ずいぶん持った方だよ。あせかくな、この番組。それにしても、あれ結婚が不じゃ。人生のゴールなのか。ああ、違うね。これは違う。あれですよ。やっぱりね、人間はね、帰省するっていうね、なんかね、良くないことがあるんですよ。で、結婚したら、旦那にとか、嫁はんとかとか。もうずくずく、もう、帰省しちゃって、努力を怠るね。これが。まだ、だん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 つまらない人間になってそうだ、ね。やっぱりね、人間、面白い人間か面白くない人間かだけなんですよ。んそんなもん、結婚してない奴に面白くない人間がね、多いわけでもないしさ。そうそう。うん。まあ、逆もまあ、ね、逆もあるけど、逆もあるけどさ。まあでも、うさこさんの場合は、29歳。ね、ちょうどいい年頃だってその前世の人よりも長生きしたら長生きになるのがいいじゃん。そうだよね。全然いいじゃん。そうそうそう。だって、初めの
スタンが短いから、うん、ちょっとでもいけたら長生きになっちゃう。いいね。ね頭たくさん洗わなくていいもん。いいな、うん。俺はね、毎回思うんだ。俺も。頭洗ってるときね、イライラすんだ俺。一生あと何回頭洗うんだろう。髭剃ったりさ、めんどくさ。爪切ったりさ、オナニーしたりさ、めんどくせんだよもう。めんどくせんだよ。うんこなんて毎日したくないよ。臭いんだよ、うんこってあれ。あれ、癖、あんな癖もん自分とか出てくるのだけでも嫌だもん。あんなもんね、ちょっとで見るのも。俺もあとちょっとでいいよ。もうね、こんな、こんな、毎回毎回取り入れていかなきゃいけない。そうだぜ、本当は死にたいぐらいだよ、こっちは。いやいや、死なないでくださいよ。いや、だってね、死っていうのはね、ハッピーなのなんだよ。だってもう今までの悩みとか全部なくなっちゃうからね。テレビの、コードからプツッと抜くみたいな状態なんですよ。別に怖くないわけですよ。最後に安楽が待ってるわけだから。今が辛いだけじゃん、そんなもん。でも、こういうふうに逆に言われてる方のが絶対いい、ね。いいんだよね。あなたは前の前世はもっと良かったって言ったらさ、比較されちゃうじゃん、前世と。ああマジですごい長生きですなんて。何の保証もないじゃんね。なあ。むしろそんな長く。あれ辛いっすよ、そりゃ。この子だ、乗ってるじゃん。そうだ、よかった。よかった、よかった。まさこさん、まあ、それはそれで幸せだと。だはい、まあ、今日はテストケースでお送りしてもらいます。というわけで、うん、それでは、一旦コマーシャルを。はいよ、どうぞ。ラウル・ミドン、魂に響くラブソング、ラウル・ミドン話題の初来日公演は即日ソールドアウト、待望の追加公演決定。 J-WAVE 主催ラウル・ミドン追加公演、1月30日月曜日渋谷アックス。ラウル・ミドン、お問い合わせは HIP03-3475-9999。モーリー・ロバートソンです。受験生の皆さん、大学で全てを学べるわけではありません。人生を豊かにするためのサンデースクール、それが日曜早朝5時に J-WAVE で放送している Early Morning Bird。 複雑な入学手続きは一切必要ありません。あなたが地球の一市民である自覚さえあれば、いつでも受講 OK。 こうなったらいいなぁ。あー、ほんといいなぁ。いいというわけでですね、うん、え、何ですかこれ。ポール・モーリア。ポール・モーリアのコーナーがやってきました。はい。じゃあ、歌わせていただきましょう。ラジオネーム、タカネット・タカイダさんの、ポール・モーリア。はい。見てみてください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。そんなこといきなり言ってもな、ポール・モーリアだって今、おしこし言ってるからな。うん、ポールからモーリアなんですね。はい。クリスペプラン、ジョンカビーロ、データ揃ってきたね。みんな J ウェーブ、外人、アメリカ人。まあ、ちゃんとしてたな。ちゃんとしてた。あ、ちゃんとしてるんですね。ちゃんとしてた。はい。よかったよかった。なんかあげてもらって。今日はですね、というわけで、プレゼントがたくさんありますんで。そうですよ。今、うん、今、選んでおります。選んでおりますんで、うん、どんどん選んでくださいね。よろしくお願いしますよ。はい、というわけで、今年1回目の放送ということで、うん、ガンガン新しいコーナーを作ると。そしてですね、うん、古いコーナーも大事にしていくという、うん、中で、たくさんお便りもいただきまして。うん。何かやってくださいよ。じゃあ、とりあえず、今の、タカネット・タカイダさん。はい。T シャツ M あげますね。はい。そのね、これを、プレゼント。それで、うさこさん。ラジオネーム、うさこさん、はい。いい話を送ってくれた人は、カッサハガの世界、単国文庫本。はい。これね、あげますね。あと、1、2、3、4、5、6、7。7つありますからね。何かあったら読んでください。はい。それでは、ここで、早速参りましょう。どうぞ。ラジオさん、どうでした。はいよ、ラジオネーム。ああ、今日は疲れたね、なんだ。ひっかき坊ちゃん。はいよ、ありがとうございました。うん、今日一番のリサーチは、うん、年末のニュースで。年末ニュース。ホームレスの炊き出し映像に、アンザレさんが映っていたし。あれ、毎年映ってるからね、アンザレさん。毎年映ってるから。はい、ひっかき坊ちゃん。はい、はい、はい。続きまして、ラジオネーム、いじり息子さん。うん、今日、視聴率を、うん、稼いだのは、うん、
三浦さんが、動物のセックスライフに説教した瞬間。ああ、これ怒ったね。怒りましたね。レイプじゃないかっていうことがね。続きまして、ゲッツイシマスさん。今日はですね、健康仙人、アンさんが、健康仙人アンさんでしょ。コーナーを一心助けの親父ギャグで、ひらめいた瞬間。もうちょっと、イカれた話だね、これね。かなりイカれちゃってるね、これ。ザフー来日希望さん。いただきました。安西さんがあまり面白くない犬のモノマネをしたというか。ラジオネーム、ザフー来日希望さんには、安西さんの T シャツ。安西さんの T シャツをプレゼントさせていただきます。はい、どうぞ。ラジオネーム、中曽根角栄さん。今日の瞬間最高聴取率だ。MJ が。不適切な発言をして毎回じゃねえか、そんなの。こういう場合は、不適切ではなく、不適切ですよ。あ、そうだったね。頭悪いもん、俺。俺、頭悪いもん。じゃあ、中曽根角栄に、カツハガの世界を言葉。何もなく。はい。はい。よし、ね、あとね、何個かあるから、ちょっと今選んでいいですか。ありますよ。はい。この人も頑張って助けていただきました、レッドアロワナさんにも、カツハガの世界。これ、あげたのか。はい、あげてないよな。はい。多分大丈夫だと思います。ね、はい。あげるでしょ。いつもありがとうございます。ね。はい。中の世界、よかったら買ってね。ほんで。よかったら買ってねってもうあげてる。あげてるよ。あんたちゃんの。面白いですよ。これ面白いですよ。はい、これはね、面白かったんだろうな、ね、俺昔な。昔なってことじゃないですか。これでもオールカラーっすね。オールカラーで。やっぱ多いなぁ。まあ。はい。カッサンの世界、1月10日出てんだ。有限会社ガッパイさんに、はい、こう、エアリセット。エアリセット、8枚。年賀状、8枚。2、3、4、5、6、7、8枚。はい、ありがとうございます。はい、8枚引かずになるよ、これで楽しいぞ。はい。はい、続きまして。はい、続きまして、この人もあげちゃおうか。はい。萩野かおりんさん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 。はい、はい。あげてないよね。これ、あげていいですか？はい。はい。この人にも年賀状8ね。はいよ。はいよ。今日8。はいよ。じゃあ、あと T シャツと、はい。T シャツと本が1歳。1つずつ残りました。明日辞表出すんだ。明日27歳、ナオさん、辞表出すから、安西さんの T シャツを着て辞表を出せということで、辞表を安西さんの T シャツを着て出してください。いいアイデアだと思いますよ。シャツ透けて見えるんでね、こうネクタイの脇からこう。ダメだろう、それは。裏にしてきた方がいいよ、これ。だったら、白いやつだからまだいいけどな。まあ、いっぱい着込んでってください、もうね。そうですよね、いっぱい着込んでください、ね。ありがとうございます。この人も今日やってもらったんで。その間にお便りを。はい、どうぞどうぞどうぞ。ラジオネーム、なっちゃんミルクさん。うん。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もたくさんの笑い楽しみにしています。え今年こそは、うん。あっちの方が淡白でつまらない旦那を。いや、ふんと言わせたいです。まだ淡白か。ああ、何か一つ伝授していただけないでしょうか。苦労してるね、この人も。まあ、もう少したら お父さんもほら、タンパク出るからね。タンパクね。タンパク。本当のタンパク出ちゃうからね。タンパク出る。ゲッツ石松さん、いつもありがとうございます。カツアガの世界送っときますね、ゲッツさんね。はい。これで全部でございます。はい、プレゼント全部渡しましたよ。また来週も、またプレゼント持ってきますんで、うん、もうくださいませ、ね。こちとらプレゼント自腹じゃっていうことでね、やっておりますんで。はい。お願いします。チョイズレオヤジを見た。お。ラジオネームね、小宮さん。うん。テリー伊藤さんが、あ、いや、テリー伊藤さんが、年末の格闘技イベントのダイナマイトを、ダイナミックと言っていました。あ、俺もよく間違えんね、それね。ああ、そうだ。そらそうだ。ね、続きまして、それぞれ、ラジオネーム、ハゲさん。ハゲさん。武勇伝、武勇伝、武勇伝、伝伝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 アゼさん知ってるね。デレデレ、ね、まあまあ一応ね。オリラジ。なるよね。オリラブじゃないよ。あ、そうです。オリラブは、俺、カニの方の、カニの、やっておりますね。はい。です。もう一つ紹介しましょうか。ラジオネーム、シャルマンさん。ちょいただきました。うん。猫ひろしさん、猫ひろし情報だよ。大晦日に、武道館で藤井フミヤさんのカウントダウンライブのゲストに出演されて、出てんね。1万人のお客さんの前でお尻を出して、あら、客席をドン引きさせてました。それ、ミネタ君と同じ状態じゃねえか、これ。私は猫さんの芸人魂を感じました。ああ。シャルマンさんには伝わったんだ。シャルマンさんも藤井フミヤさんのカウントダウンに行ってたってことですよ。なるほどね。まあ、猫ひろしも通報されなくてよかったね、これはね。助かった、セーフ。お尻だった、ね。今からでも遅くない。ラジオネーム、だって、まさむねさん。
今日初めてこのラジオを聞いたんだけど、あ、よくそういう人いますね。ずっと聞いていたらなぜか下痢が治りました。あ、これ下痢になるんだよね、うん、そうそうそう、すごい下痢治りよ。これね、これからもセイロガン代わりに聞かせていただきます。そうだ、ありがとうございます。そりゃそうだ、ちょっとプレゼントには間に合わなかった、ね、間に合わなかったな。すいませんでした。ぜひもう来週も送ってくださいよ、うん、いろいろもう待ってますよ。はいはい。というわけでですね、うん、もう一つ、さっきの人、あ、来ました。どうぞどうぞ、ゆっくりどうぞどうぞ。欧米のこと欧米のこと教えてよ。俺、欧米のこと今日は。キシリトールさんから来ました。これはね、僕、今日のお土産にして帰りたいんですよ。あ、そうですか。この番組一回聞いたら一個ぐらい得してもいいじゃないですか。はいはいはい、欧米って何なんですか。欧米のことよ。わかりません。うん。でも一応なんか。この人もわからないでしょ。はい。ほら、みんな、うまいこと欧米諸国とか言って、みんな、ポカンとしてるんだよ。この人の見解で、欧州や米国はっていうよりも、欧米はの方が楽だからですよ、だって。ああ、そう、そういう見解も、ね。じゃあ、インドとタイで引退はでもいいわけ。ああ、別にいいんだ。それでいいんじゃないですか、ね。それも全然いいの。まあ、それ大きい括りの中で言えばね、いいんじゃないですか、ね。それは、ね、ちょっと真面目な話すると、英語圏っていうことでもないの。これどうなの？はいはいはい。それか、それ ある、あの、まずいもの食ってる人たちのことを、欧米って言うんじゃない？でも、うん、あの、ヨーロッパだけで言ったら英語だけじゃないんじゃないですか。もうドイツ語、フランス語。あ、いろいろあるもんね。そうね。何が共通？鼻が高い。鼻くそが溜まりやすい。いや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 、大きいからって溜まらない。方形の人が多い。いやいやいや、それ、多いよね、あれ。ダビデとか、方形だったもん、あれ。うん、ちょっと柔らかめとか、そういうことじゃないと思うよ。白くて柔らかいチンス。欧米諸国ってやつ。なわけないんだね。じゃあ、はっきり誰か欧米諸国の。欧米諸国、それじゃあ来週までに。欧米言ってよ。はい、欧米諸国の、こちらの方も募集したいと思います。もうどんどんコーナーが増える一方で。ね、はい。でも、こんなバカな番組で、一個ぐらい賢くと覚えてもらってね。ね、まあ、得すると思うんだな、これ。まあ、せめてね。うん、まあ、愛についてはね。うん。あの、大きい話はできても小さい話はできないんだよな、とかな。私も相変わらずバカで、やらせていただきます。すいません、ほんとごめんなさいね。はい、はい、というわけで、今週はどんなこと？はい、最後に。妄想団地淫乱人妻酒屋。This smooth flow of cool sounds. 81.3 J-Wave.